始まった。始まってます。始まった。始まったの。始まった始まった。なんでそんなテンション低いんだ。調整してるの。はい、というわけで、はい、始まりました。始まった。イエーイ。はーい、スモックの、ワンブロック、ワンブロスモックでーす。ワンブロスモック来てしまった。ワンブロックで生活できるんですか。いや、わかんないんだけどさ。というか、うん、このメンバーマイクラ詳しい人いるんですか。いない。皆無ですよ。じゃあ解散。早いな。ライブした。だいぶ早いな。大丈夫、このマイクラ初心者メンバーでワンブロー心配なんですけど。まあでもなんかやってるうちにわかんじゃないかなって。なるほど、うん、なるほど、なるほど。マイクラに慣れ親しんでいく。まあまあまあ、これをね使って、だってエンドラまで倒せばもうほぼねマイクラはストーリーモードクリアみたいなもんですからね。ちなみにエンドラまで行った人、この4人の中でいるんですか。ないです。いるわけねえな。だ大丈夫これ。まあまあ、とりあえず、まあ、学んできゃいいよね。まあまあまあ、ちょっとずつね、ちょっとずつ。はい、というわけで学んでいきましょう。4人いればいけるっしょ。まあね、3人集まりゃ文殊のなんちゃらよ。文殊のなんちゃらね。そこまで いけたなら最後まで言ってくれよ。どういう意味なの。どういう意味。あと2文字やん。文殊の知恵、はい、知恵、はい、知恵、知恵、知恵。このねワンブロックというゲームは1つのブロックの上に4人が降り立つことで始まるんですが、はい、一番最初に、まあ、ルールじゃないですけど、これからやっていくにあたって、はい、まあ、リスナーの皆さんにも周知しておくことがあるのでちょっと説明します。はい、はい、はい。まずですが、このスモックの4人が集まるということがなかなか機会を揃えるの難しいため、うん、そうですね、はい、そうですね。一番最初の初回と一番最後のエンドラを倒すところ、ここは4人必ず揃えていきたいと思ってます。はい、はい、まあ、ただその次回からの2回目以降、まあ、準備期間ですね、生活とか、まあ、そういうところは、はい、スモックのサーバーで、まあ、誰かしらが声かけて、誰かがお休みってなった場合でも結婚してもよしとします。はい、おー、なるほど。はい、まあ、ただ2人以上でね必ずやってもらえたら嬉しいなと思います。はい、はい、うん、まあ、というわけで始めていくか。始まる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 。入っていいですか。じゃあちょっといいせーので入ろうぜ。はい、どうなるんだろう。いいよ、じゃあこうね、せーのって言って。いや、せーの、パン。えい、お、うわぁ、やばい、なんでもない。ちょっと待って、え、誰、なになになに、やぁー、あー、さらない、広げ
これ横につけりゃいいんじゃないのこうやって、シフト押しながら。なんでお前死んだの今。なんか床の土を取られたんだけど。ここが誰にだよ。シフト押しながら歩くと落ちないぞ。そうだよ。オッケー。うわあ、うわあ、ここ危ない。いやあ、これね、これね。いやごめんね。これね、ちょっと誰かブロック持ってるやつ。地面広げてくれよ。あ、ちょっと待って。全員持ってんだよ。ここ。あのチェスト。全然違うだろ。あの、こうだ。チェスト出てきたらさ、うん、チェスト開けてみて。なんか入ってるかもしんないから。わかった。うん。痛っ、ガナだよお前。違う、今リスポーンしたぞ。リスポーンでびっくりした。あ、これ、あなんで消えた。おいって言いながら、あ、かぼちゃだ。やった、これ掘っていいの。てか待って、暗すぎ、うん、暗いね、夜だ ね、 ちょっとね、これやばいよ。あー、すまねお、スイカだ。スイカ。とりあえず床を広げていこう。はい。ちょっとうち何のブロック持ってないから。いや。掘ってるとこのそば通らない方がいい。ここマジ危ないよ。危ないね。落ちた。お、豚だ。豚だ。豚だ。わ、おい。うわあと多い。豚殺すな、豚を。何やってるんだこれ。これ雪玉どうやって投げるの？雪玉は右くりじゃない？違うわ。やばい。なんかさ、掘ってもさ、アイテム取れないんだけど、どういうことこれ？え、これスバルが吸い込んでる。おいおい。おチェストだ。お、開けて開けて。お花が入ってな。今掘ってるからコロネ。お花よ。え、これ開けた方がいいんじゃないの？開けた方がいいよ。よい。あ、開けて取るってこと？そう、開けて中身を取ってから壊して。オッケー。オッケー。いいよ、いいよ、いいよ。はい。お、なんか出てきた。スイカだ。スイカだ、スイカだ。いいね。いいね。ここにしまっとこう。ちょっと4人がとりあえず暮らせるようにさ、広げてこうぜ。わかった。うわ、花咲いてる。花咲かせちゃったよ。いいね、いいね。いいよ、いいよ、いいよ。いいよ、いいよ。いいよ、いいよ。いいよ、広げて。いいよ、いいよ、こにょ。いいよ、いいよ。一人で掘った方がいいかな、これ。どうなんだろうね。あ、そっちのがいいのかな。ちょっと、スイカ広げてこ。これでもさ、あれだよね、広げすぎるとさ、モンスターとか湧いちゃうのかな。ああ、どうなんだろう。どうなんだろうね。今のところ明かりもないからね。牛だ。うわ、本当だ。牛倒さないでこれ。牛ではしゃいだら死んじゃった。粘土か。ちょっとボックスに入れとこうかな。下に落ちると失っちゃうからな。なんか確かに食べ物とか入れといた方がいいかもね。そうだね。確かに。はい。おー。オッケー。牛も動けなくなってるじゃん、ミリも。まあ、こっからね、あれだから。これを。ポイン、ポイン。え、なんかさ、全部さ。まあ、何？全部自分のとこに来ないで誰かのとこ行っちゃう。これどういうことだこれ。あ、1個もらえた。牛に吸い込まれてるのかな。誰かがあれじゃね。これじゃあ、ほんとく、ほんとく、とりあえず、うん、エンドラって何をまずすればいいんだ。食べ物を作らないといけないから。あ、そうだね。目標をうちは決めてきました。はい、はい、発表します。はーい、今の目標。はい、まず1個目の目標は、道具を作る。はい、なるほど。そして、うん、今掘ってるのが多分手で掘るよりも道具で掘った方が効率的だから。うんうん、はい、はい。そしてでもだいぶ広がった。うん。うん、作業台とかまどを設置する。はい。はい。はい、じゃあここら辺に。なんか横のやつなくなっちまってる。本当だ。このやつ？これ取ってこっちに置いた。あ、ありがとう。じゃあここ埋めとくね、土ね。はーい。オッケー。埋めた。ありがとう。オッケー。これでじゃあ、うん、あれするか。木でまず棒を作って、うん、そうだね。オッケー。木出たらちょうだい。木、うちあるよ、これ。はい、これ。鶏も出てる。やったー。これ
床に落ちてるこれ全部回収するからこの木。はぁはぁ、ね、これじゃ死んだらスバルのアイテムも奈落に行っちゃうんだ。そうだよ、チェスト入れとくか、チェストに。そうだね、大事なものはね、ちゃんと落ちないようにしようね。落ちないようにね、はい、気をつけなきゃ。怖え、怖いね。チェストこの木も取っとくか。そうだね、この木は取っといた方がいいね。土を基本的には最初に。オッケー、床にして。土ここに10個ぐらいあるから敷き詰めるわ。じゃあそこに。マジで。助かる助かる。これで木やったらくれ、木やったら。はい。待ってね。どうやって渡そうかな。Bボタンで。あと石も欲しいな。ねえ邪魔。牛に切れるか牛に。あ、スパイちゃんこれもあるよ、これも。あ、これここに入れればじゃん。あ、これ木。それがいいね。入れといた。あやところに。うん。土敷き詰めます。待って、これでスパル死んだら元も子もねえからここに移動して。あ、そうだね。お、怖いよ。そうだ。かぼちゃの種だ。やったね。種は畑に植えるとね、いいね。種でこっちに入れて。はいやん。でこうして。で、おがゆかわいい。やることね。一回収録？一回収録？仕事をこのどこかに置いてきた。ちょっと待って、このね、これ、これあげる。はい。これはい、つるはしと。え、いいの？うん、これでね、木の斧もあるからね、掘りやすいよ。やったー。あとストップか。確かに。あ、これどうする？ここに置いとく。あ、え？あ、あ、え？あ、はい。え、どうし、どうする？どうする？どうやって広げていく？どうする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 ？おしゃべり。もうすぐ朝だ。朝だね。やってくるぞ。石あったら欲しいな。石。時計になるわ。ねえ。オッケー、じゃあスバル。ねえ、アヒル邪魔。あ、アヒル邪魔とか言わないで。違う違う。ニワトリ、ニワトリ、ニワトリだ、ニワトリ。ニワトリね、ニワトリ。ニワトリだよね。本当に邪魔だな。え、これ殺しちゃいけないんだっけ、これ。殺すと繁殖させられないからよくない。あ、そっかそっか。わかった。はいはい。なんかね、これね、周り、掘ってるここの周りをハーフブロックにするといいってなんかに書いてある。ねえ、なんで踊ったの？違う違う。いや、こいつがリスポーンしてきたのよ、今。リスポーンしてきたのか。そうなのよ。そうなんだ。なるほどね。今ちょっと広げるから待っててね。はーい。広げて、こいつらを。これ水とかさ、出てくんのかな？どこで出てくんだろう？いつか湧き出るんかね。ここに？いつか湧くんじゃないか？こういうこと？よいしょ。ここ穴開いてるから気をつけてね、みんなね。あ、ちょっと、どこの、ちょっとブロック、ハーフブロック置くね。あ、ここに？そう、あのね、うん、ここにこういう風に。出てくるブロックの横にハーフブロックを置くといいって。うん、頭いいやん。そうなんだ。あ、ごめん。ここ、ここいいか。よいしょ。すんごい。うわぁ、なんか穴開いてんのめっちゃ怖い。鶏がめっちゃ見られる。ね、よしよしよし。よし鳥が。お前は僕と遊んでような。あ、おがゆが遊んでくれるってよ。間違えた。水欲しい。石も欲しい。あ、そこか。ごめんね。大丈夫大丈夫。置いちゃった。いいんだよ。水欲しいね。うん。これどうするかな。欲しいよ。鶏ちょっとどいてくれ。わかった。あいよ。あいよ。あいよ。なんで殴ってどかせるんだよ。やってくれよ。あ、あいつ、あいよ。邪魔だと殴られるやつだ。邪魔だと殴ってそっちに行かせるからね。これ2人の方が早いぞ多分。本当？やろう一緒に。おがゆー。はーい。スバルちゃんも、あ、スバルちゃんお花見てるの？いや見てない。今ブロック作ってるよ。何お花見てんのって。違う。こっちからだとお花見てるかと思ったよ。そうか。いただきます。2人の方が早い。早いよね。おー、いいね、いいね。あ、よー。動物囲っとく場所とか作りたいよね。あ、そうだね、それ欲しいかも。土、これ欲しいかも、土。なんかいっぱい、ちょっと入れとこう、ちょっと。これさ、手がに、これあれじゃね、黒曜石じゃね。なになに、え、なんか爆発しそう。カウントダウン、カウントダウン。え、怖っ、なに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 、今のなに、今のなに、今の。
謎のカウント怖すぎるでしょ。あ、石だ。みんなみんな、はい、水入りバケツ来た。えー、やった、すごい。神神神神、どうやってどうする、キャミキャミバケツ。これここの周り、なんかどっかに水の、水入れる場所作る。確かに作るか、亀池みたいなの作ろうぜ。オッケー、あん、じゃあちょっと考えよう。コーネとバイス、石来た、石、石くれめ、石、コーネ、かまど作るぜ。はい、かまど作ります。かまど作るぜ、かまど炭治郎、かまど炭治郎お願いします。すぐ鬼滅するやん。はい、鬼滅ごっこ、かまど、はい、かまど炭治郎。もうドラえもんみたいに炭治郎呼ぶな。炭治郎、うん、何もしてくれない。来たー、これあれじゃん。何これ、なんかいいのあった。石炭炭治郎来ました。わー、石炭いいね、本物や、来ました。オッケー、本物来たか。これで、ね、でもう一個ぐらいあれ作ろうかな、かまど。で、かまどここに置いて、で、ここで木焼こうぜ。ヤッホーヤッホーヤッホー、原木くれ、いいね、木焼けるようになった。木焼いて石炭を生成できるようになったぞ。すげー、やったねー、すごい、動物が進むぜ。ねえ、見ないで、見ないでって言ってた。もう土ない、土ねー、5つあるよ、5つ。お、いいね。どこかに敷く？てかさ、敷く。じゃあ、大概、ここ。おー、いいね。ここ。掘るのめんどくせー。ごめんね。ごめんね。ね。ここに。おいしょ。ほうね、ツルハシグレードアップだ。やったぜ。じゃあ、これ捨てるぜ。捨てないで、ここに戻して、もったいないから。はい、ごめんなさい。ごめんなさい。おー、卵だ。ここに入れるぜ、こうね。はい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 。やったー。この牛とかもなんかちょっと育てていきたいね。いいね、さっきってね。もっと大きくなるの？もっと場所広げられそうじゃない、なんとなく。確かに。でも体積増えた方が落とすもんね。うん、体積増えた方が落とす、うん、え、肉をさん、肉育ててってこと？あ、見て、何これ、えぇ、ー、何、キムびっくりした、何これ、やばい、動物園になっちまう、キム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 キノコ牛だ。え、何これ、何それ、キノコ牛、やばい、マイクラ初心者が集まりすぎてるから、これが何なのかもはやわからん。え、キムすごい、気持ち悪い、キノコ牛、気持ち悪い、なんだろうね。え、いいやつ。でも何もしてこないよ、これ。大事な食料源だって。あ、そうなんだ。倒しちゃダメだって。殺しちゃダメなんだな。え、何ボタンでどうするやつなんだ？お椀を作るとシチューが取れる。シチュー欲しい！すげー。食べたい。よっしゃじゃん。そうだよね。木のワンを作るとあれができるらしい。木のワン作れるんじゃない？木めっちゃあるし。作ってみる。作ってみよう。何が必要なんだ、木のワンは。オッケー。まあ、結構できたから。うん。もっと土地、あ、でもあんまり広げすぎても良くないのかな。いや、どうなんだろう。でも全然広げちゃっていいような気もするけどね。あ、ほんね、畑とか作りたいよね。うん、いいね、だんだんいい。そう、シチューができるから意外と何も作っていいのかな。雲やべー、あ、できた。あ、でもこれさ、倒した方がいいね、この上で。上で、上で、なんか雲の糸とかいらない。あ、あ、いる、これ、あれだ、いるよね。落としちゃった。できた、キノコシチュー。すごい。ほれ。嬉しい。え、ズゾゾズゾゾゾゾ。ほれ。あれ？おお、本当だ。シチュー。シチュー、やったー。キノコシチューだ。お腹が空
すいたら食べれるぞ。食べよう、後で食べよう。こいつキノコ製造機。マジで貴重らしいよ、そいつ。マジで。そうなんだ。そうしたらマジでやばそう。本当に近寄らんようにしよう。ちょっとなるべくうまく加工、うまく加工。ね。なんか鬼よ。ね、豚がめっちゃ見てくる。嘘。本当だ。甘味してる。許してやれよ。ちょっと見るくらい。まあ、あとじゃあ、うん、星ぐらいなら。うっとうしいね、やっぱり。あれもかな、ハーフブロックで、ため池。あ、ため池作りたい。ため池作ろう。じゃあ、星は。やあ鳥肉が鳥肉がやっぱりガワお前らしにしちゃいけないやっぱりさっきこっちで囲わなきゃ見ようじゃん。やっぱ囲った方がいいな、これ。囲んだ方がいい。待って、これもうブロックがないんだよな、大したブロック。大したブロック。まあ全然土でいいから。やべえ！やばい！あぶねえ。あぶねえあぶねえ。ああ、ちょっと落とすな落とすな。はい、人を殺すな。怖い怖い。待ってこれどうしよう、どうやって描こうこれ。え待って、誰が当たったんだ。落ち着け。木は木は一回板材にしよう。これ見ようじゃん。なるほど。あー、やだ。土、土ある人。これだけじゃダメなのね、これ。土ある人、土。あーとんでもない、アビ共感なんだ。待って、ミオちゃん、これ使って、これ。これ、フェンス作ったから。あ、ありがとう。ちょっと待って、マイクラでスバルが、ちょっと待って、すごくない？ちゃんとマイクラできてんだけど、そういうこと。頼りになるね。いや、やばすぎる。ちょっと待って、スバルが一番これはまずい、本当に。頼りになるな。これで、こうして。おお、板材にすると増えるのか。うん、そうだよ。なるほどね。板材にして、で、夜になると広くしすぎると敵湧いちゃうから、あれ作んないとね。うん、松明ね。松明ね。なるほど。こいつどうするかだよな。ほらー、行くぜ。はい、まず作った。ナイス。ナイス。そう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 。やべえ。あや。わあ。あ、木生えた。やったー。木も生えてる。事件が起こりすぎてね、もうどうすればいいのか。もう絶妙な穴、ネコだねー。よし、ここに牧場を建てるぞ。そっちに行って、そっちに行って、お願い、そっちに行って、そっちに行って、そっちに行ってよ。ミオシャ、この柵は一体こっちに、あ、牛が落ちないように。あ、なるほど。牛をこれで囲おうかなって、うん、お、おがゆ牧場建てるよ、ここに。あ、オッケーオッケー。ピキーちゃん、柵、柵で囲った方が、おがゆ。あ、二段階だね、了解了解。あれ、どこだった？あ、ごめん、うちが壊した、うちが壊した。いいよいいよいいよ、全然いいよ。邪魔だもんね。ちょっとごめん、ちょっと今ね、あの柵作ってて、よいしょよいしょ。もう一段あった方がいいかな。ハーフブロックなくなっちまった、こっち。ほんと？はい、ちょっと待って、これ、組んなきゃいけない。頼む頼む、そっちに行ってくれ、そっちに行ってくれ。あー、出ないで出ないで出ないでよ。草や、草、草とかじゃないんか。草でおびき寄せるべきじゃないか。できたできた、大丈夫、囲えた。とりあえずこいつが囲えればいいもんね。あ、ちょっと落ちてたかと思った。うん、ごめんな、2畳ぐらいのところに押し込めて。狭い方がいいよね。でもいいじゃん、狭い方がいいかな。すごい、コロさんのとこ穴ぼこいっぱいになってる。そう、これハーフブロック作らないといけないんだけど、コーニス全部持ち物なくなったからさ。ちょっと待って、今ね、余ってる余ってる。うちもやるよ。ありがとう。コロさんさ、木もある。これ取るか、この生えた木。そうだね、こうね、ね、奈落の底に落ちたから何もなくなっちゃった。あー、なるほどね、オッケーオッケー。ここで灯しとこう。これね、あのね、木取れ、取ればね、上の葉っぱからまた苗が生えてくるから、うん、あ、なるほど。そう、苗をね、落とすの待ちでいいと思う。はーい、オッケー。あらよ、ここから苗が出るのか。これで、ちょっとクリーパーにやられた。このね、このね、これ使って、はい、ありがとう。これで、もうね、全部戻っていくよ。なんでお前拾ってくんねんだよ。もうね、はい、これ使って、ありがとうね。
した、どうした。苗木が、苗木が一個落ちてきた。育てよう。あまりのサバイバルに情緒が不安定になりつつある。あ、もうね、回収や、これは。あ、はい。はい、回収しました。どこ植えようか。はい、苗木来たぞ、苗木。この辺に苗木神。もっと木欲しいな。はい。ね、木じゃなくてさ、石でもいいよね、別に。全然いいよ。やっ、あっ、うわー、なんか乗ってる、うわー、落とせ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 、不甲斐ねえ。不甲斐ねえ。怖え、怖え。これなんだい、これ石かい、これ。あ、石だね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 、これ石だね、これ。この辺もう豚が勝手に入っていく。え、お、これは何、いいね、みんなの家。もうこん中にさ、動物を閉じ込めたらいいのかなと思って。ずいぶん厳重な感じだね。かあ、これどうにかみんな入ってくんないかなって。いいね、いいね。なんかあれ、ご飯があればね、入るかもしれない。そうだよね。とりあえず豚だけ閉めとこ。これさ、この水飲み場にしていい？とりあえず焼こう。待って、何の音？いやー、ドミドミ、ナイスナイス。待って、この中になんか湧いてない？え、やべえ音するけど。え、豚入ってる、豚。え、豚の音じゃないよ。豚入ってるよ。熟成しちゃった、熟成しちゃった、豚熟成しちゃった。あ、大丈夫でした。あ、大丈夫、豚でしょ。いや、なんかね、やべえ音する。中がね、真っ暗になるとね、湧いたりとかするから気をつけないと。そうだよ。じゃあ、松明作らないとだ。そうだね、火がないんだよな。松明入れとかないとだ。オッケー、作ります、松明。ありがてえ、ありがてえ。これここさ、水やっていい、ここ、もう入れてみよう。豚熟成ナウ、はい、豚熟成ナウ。なんかあれだな、少ないな、一つしかいかない。なんかこれ下の方につけれないのかな。あ、ちょっと待って、これを回収して。これね、中にさ、これさ、入れた方がいいの、松明。うん、うん、なんだって。入れてきます。オッケーね。まだ豚のままだね。寂しいだろ。わあ、あの子は。わあ、コールさん。え、あ、ごめん。おお。なんで飛んでた。中にいるよ。あ、でもここでいいんじゃない？いやいや、牢屋かここは。みよちゃん見て、牢屋にしてみた今。お前がなんかお似合いだよ、すごく。なんかすごい似合ってるそれ。豚と一緒に入ってる。豚じゃねえよ。あいや、かわいい。豚めっちゃ懐いてるよ。ほんとだ。豚じゃねえよ。豚じゃねえよ。あ、ごめん、もうピッケルないわ、おがゆ。誰がピックだって。ちげえよ。ちげえ、なんなこと言ってないよ。ちょっとうまいやんってなっちゃうよ。誰がピックだっていいじゃねえよ。誰がピックだって。すごい、みおちゃんが素手で石を割ってくれてる。わー、ありがとう。だったらゴーリーも素手でやればよかったな。木とか取ったらここ入れてほしいよ、もうね。あ、いいよ。おたまが死んじゃうからね。あ、いいよ。あ、いいよ。あ、いいよ。すごい、豚肉じゃん。豚肉もある。焼く。あ、焼き豚生成中。いいね。おー、たーん。よいしょ。さっきまであんなに可愛がっていた豚を。豚をね、今となっては、うん、愛情表。おめえさん見て、みよちゃん。ガチギレ。おめえさん、豚肉。ちょっとお前、さっき一緒に入ってた豚じゃないか、それ大丈夫？こいつじゃないよ。これ押し込めたい、それ、そっちに。ほんとだ。おい、あ、これ行く？入る？あっち行けよ。はい、いいよ、開けた開けた。入れるかな、入るかな、ここ。結構ギュウギュウだから。結構ギュウギュウだよ。頑張れ、豚は僕が抑える。お
難しいよ。豚とかでいけないっけ、豚って。豚、人参？いや、豚じゃん。なんか食べ物必要だったよね、確かね。木だっけな。小麦かも。小麦かもね。リンゴでもいけないっけ。いけない。豚、牛ダメか。ダメか。辛いよ。小麦が出るまで放置か。はい。あれは、なんだっけ、うん、糸みたいな、糸を、あ、牛も、小麦だって、牛も。あ、小麦なんだ。オッケー。ほなら。うん。私、先ほど、あれ、落ちたから何もなくなりましたけどね。なるほどね。牛肉で掘ってる。ね、お前も参加しないの。やっぱこいつ入れたいな。お邪魔虫だ。ほら。この周りをさ、あの、柵で囲ったらどう？あ、牛が牛の上に乗っかってる。嘘でしょ。お邪魔虫め。あ、入った入った。ナイス。あ、すごい、すごい。これでいけるやろ。すごいじゃん。よし、あとは水場作りたいよね。水場作りたい。水場作りたい。ナイスな椅子がすごい流れてる。ほんとだ。汁食べよう。何がないか。あー、出た出た。やべー、ストーカーなんだ。こんなとこまで来て。すごいじゃないあんた。すごいじゃない。リスペクト見上げた根性。なんで来れるのよこんなとこまで。あいえー。スバルちゃん。ここで危ないよ。あ、ちょっと。あ、ここの人じゃん。ごめんみんな間違ってさ。うん。木材増やそうと思ったらボタン4個作っちゃった。なんで？可愛い。え、使おうボタン。謎ボタンだね。あの家とかにさ使おうよ。ドア、ドア置いたら。面白い。めっちゃ減った。すごいなこの飼育ゲーム。またまたキノコ牛だ。二匹目すごい。はい、食べ物に困んないじゃん。困んないね。そいつもそこに入れる？入ってくれるかな、うまく。どうだろう。すんごい狭いよ、あそこ。ここ狭い？ここの下にな、ブロック。それか、あの、おかゆが作ってくれたあそこに入らないかな。あそこね。ちょっと押し込んでみる？うん、押し込んでみたい。落とさないように。ほら、お待ちだ。ほんで、あれこれ、回収したやつ、一回ぶち込んでくれ、石とか。はーい。これ牛動いてる？ちゃんと。え、で水を使う？うん、絶妙に動いてない。あ、動いてる！動いてる？ちょっとずつ動いてる？オッケー。うわぁ。頑張れー！押せ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 ！うわぁ！よし、ゲートを開けて、よし。頑張れー！うわぁ！え、また来たストーカー見ようじゃん！ここだよ！よいしょ。すげえ。入ったよ。入ったじゃん。いらねえわ。You are ピックになってます。すごい。早く出なきゃ。You are ピック。No。I'm beef。アイフビールじゃねえよ。ビールじゃねえだろ、お前。痛い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 。出てけ。外中め。痛い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 。危ねえ。危ねえ。ねえ、危ねえ。ねえ、うちさ、ちょっとさ、頑張ってさ、落ちないように頑張るんだけどさ、なるべく。ちょっと水のことは任せてもらってもいい、うちに。オッケー。オッケー。お願いいたします。オッケー。これじゃあやるか。うん、エンドラってあと何がいるんだ。何もわからんぞ。ちょっとググろう。とりあえずさ、生活が豊かになるくらいになったらエンドラのこと考えたらいいんじゃない。そうだね。そういうこと。まずは生活の基盤を整えることから、ね、我々がご機嫌になるような家を作っていこう。ご機嫌ハウス、みーちゃん、ご機嫌ハウス。ねえ、ご機嫌ハウス作ろう。かなりあれだな、資材がいるから元取るか。とりあえずここに4階建ての家を作るか。
いや、お前それだけでもうエンドラ終わるぐらいのボリュームあるだろう。そうなの？ここえ、エンドラってここに湧いてくるってこと？エンドラはエンドラのポータルあれじゃない？あのなんか作んなきゃいけないんじゃないの？あ、そうなの。ね、なんかそういう感じなのでは。はい、まずモート欲しい。なんともどっちね。すごい、なんか敵ができてる。お、帰ってきた。すごい、みよちゃん。死ぬぞ。落ちる。これでいい、これでいいのだ。これで、これで、わあ。わあ。滑れ。滑れ。ただただ死にゆく。みよちゃん、大丈夫でしょ。お前なんで別に後追わなくても。あはははははは、滑れ、上がってこい。すごい渋滞してる。ちょっと待って、クモが、クモが、やめて。おら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 、うわー、危ない危ない。下にブロックを置けたから大丈夫。これでなんとかなるぞ。ちょっと待ってね。どうした、水、あ、そう、うん、ね、水はできたんだけど、中堅なんとか、なんとかなったぞ。まあとりあえず急ごしらえで。あ、見てね。お、また来た。多すぎ、多すぎる。もう逆に住人が増えすぎない？じゃあ、だゆさん、これ収納しますか、また。オーケー。え、ほら見て、僕、僕ここに入りたいよって言ってる。オーケー。ドア開けて。あ、コロさん、ダメだよ。何やってんだ。待って入れるの？そうそう、ドアから入れる。入れ入れ、おらぁ、収納だ、収納。押し込め、押し込め。オッケー。バカめ。やばい、後ろが並んでる。コロさん気をつけて。危ないよ。ナイス。このボタンここにつけようぜ。あ、ボタンで開くようになるってこと？え、なるんかな、これ。なると思う。オッケー。え、松明ってどうやってつけるの？棒2本なら上と真ん中のとこに並べて、一番上に木炭かな。すごい。あ、石炭じゃダメなんか。あ、石炭じゃダメなんだっけ。木炭、石炭。木炭作るわ。おいしょ。おい、え、木炭ってどうやって作るの？木炭、木を燃やすんや、ここで。え、石炭を下にして。そう、あ、石炭でもいいんだって。上に原木置かないといけない。あ、原木ないや。あれ、石炭でもいいらしいよ。石炭でもいいの？うん、棒2本並べて。原木じゃダメってことか。原木じゃなきゃダメってことか。なんかさ、みんな棒一本。あ、棒一本でよかったんだ。棒一本でよかったんだ。下に、おかゆならできたよ。下になんかある。え、あれ、あ、なくなっちゃった。なんでもないです。出しとくよ。なんだったんだろう。ありがとう。ポインポイン。みよしは滝やめたの？あのね、滝はブロックを下に、ここの1枚のやつの下にブロックを置くためだったんよ。あ、なるほどね。そう、これで水が。天才や。でも、無限水流で。なんかハートめっちゃ出てきた。なんでこんなハートなの？何そこ。え、なにそれ。なに、怖。なんでこんなハートなの？わかんない。あ、なんか来る。文明が変わるぞ。なになに、アップグレーディングって書いてある。アップグレーディングする。アップグレーディングだ。すげー。何が来るんだろう。何が来るんだ。ダイヤモンドだ。ダイヤモンドなのか。おお、雪だ。え、なにこれ。本当だ。雪？雪だね。これワンチャンシャベルで やらないと取れないのでは。そういうことでもない。なのかな、雪山になったのかな。シャベルつくな。あれはピッケルとかでやってみたら。ピッケル、バイオームが。待って、シャベルあるわ。シャベルでやってみよう。あ、なんか剥がれた。うたん、なにこれ。雪玉？うん、雪玉になったのかな。おー、ほんとだ。雪玉だ。雪玉より木が欲しいよ。そうだね。木出てきたよ。なんか、なんか色、あ、結構。雪か。雪いらない？ワンちゃんキノコ。お腹すいた。
あれだぞ。あれを食べるんや、シチューを。そう、はい。シチューを食べて、シチューのあの、空になったやつで、持った状態で、キノコの牛を右クリックすると、シチューが取れるから。どれどれ。なるほど。失礼しますよ。ほんとだー。でしょ？何こいつ、一匹でよくね。いや、それなんだよなー。なんかね、事故で死んじゃう可能性あるから。そうか、そうか、そうだね。確かに。確かに。そうなんだよね。え、木ならさ、この生えてる木切っていいよ、ここの外にあるやつ。これ切るか。うん。あれが欲しいんだよな。石で、あと木の棒も欲しいな。これか。こう。キノコはわかるけど。木の棒を作って、あれイエーイ。で、これにこれで、じゃああれが欲しい、なんだっけ、斧。うん、斧、斧。なるほどな。あ、見て、狼だ。わ、すごい。狼ってでもなんかこんなに狭いんじゃないっけ。狼だよ。ほんとだ、狼だ。狼は、あれするといいよ、肉、生肉だっけな。あげると確か、ね、あれそうだったよな。生肉ないな。骨だ、骨、骨が骨あるよ、骨。あ、骨あげると確率で仲間になるぞ。おえあれダメや、全部やったけど仲間にならん。嘘。ダメかー。なんやこいつ。もうないの。全くなびかねえ。マジかー。おらー、残念。まあそのチャンスはまた来るでな。まあまあ、ね、そのうちな。かぼちゃが欲しいな。骨って誰の骨でもいいわけ。誰の骨でもいいけど、誰の骨でやるつもりなんだ。おい、スバル。なんでなんでスバルの骨。で、なんかさ、ベネボレントギフトって何これ。何それ。え、なんかこの箱だけベネボレントギフトなの。いいやつ。あ、なんかハートがいっぱい出てたやつかな。そう、これ何、なんだろう。ググるか。うん、何の箱なんだろう。バレンタインかな。バレンタイン、そうかな。そうかもしれない。バレンタイン、どうだった。あ、渡した。何こいつ。これはね、なになに、あ、見えた。狼が殺しちゃった。狼が殺しちゃった。何あれ、なんか今くわえてたよ。何今の。キツネを収納した方がいいのでは。狼を、あ、キツネだって。キツネ、キツネ、あ、キツネ殺されてる。あ、僕のマンションの上に乗っていく狼が。あら、すごい高さがめっちゃあるやん。マンションくくってる。お前ここがいいんか。もしかしたらおかゆには懐くかも。なるほど、ここに住みたいのかな。ちょっと、いいぞ、ここにいても。うん、あら、かわいそうに。月綺麗だな。ベネボレントギフトね、なんか出てこない。やっ、何これ。わー、やばい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 、消えていた。どうしてみんなすぐ落として死んでしまうん。いや、自分のみんなすぐ死んでしまう。自分の命よりね、大事なものはないからね。なるほどね。なるほど、ね。あ、これ来たよ。お、ナイス。このい、でも1本しかなかったから、これで仲間になるかどうか。こっちだよ、上にいるよ、上に。なんかレコード仲間になるかな。上、ここ。えんな。ここにいる。はい。お、仲間にしてみ。ダメだ。ダメだ。ダメか。こいつなびかねえ。なかなか来ないな。なんでワンチャン事故でそっから落ちそうやな。あ、でもここがいいんだって。なるほどね。高いところがいいのか。そう、ここがいいらしい。一匹狼なのか。ねえ。うん。あ、すごい、畑になっとる。え、すごい。かぼちゃ育ててるよ。小さなことからコツコツと。そう。コツコツや。かぼちゃを作ってるよ今。すごいよ、みよしゃん。
こんね、そろそろ死なないうちに回収したアイテム、はい、あ、入れてるやん。あ、ほんと、うん、レコードだ。全然石ね、レコードもあったんだよ。木はいっぱい出てきてる。石は出てきてないのか、そこ。あ、ウサギだ。わー、ほんとだ。あ、オオカミが、ウサギを、え、食べちゃう。すぐ殺す、このオオカミ。自分しか許さねえんだ。やばい、仲間にしないと。やばい、早く仲間にしなきゃね。早く手が付けないと。やばいね。生態系が破壊される。あ、家の中入った。ここに閉じ込めよう。急げ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 。はい、ルト、はい、よし、隔離したぞ、狼。かわいそう。そんなこと言ってくんじゃないの。やべえ、窓一個警官用に作ったのがあだとなるかも。オーケー。1マスだったら出てこないんじゃないか。せいだぞ。よし、ナイス。あれはしゃべる。奥のマンションが 3D になってる。え、いいな。狼の2階は、めっちゃよくできてる。狼の2階にはちゃんと松明入れてあんの？入れましたよ。ナイス。すごい、氷もある。氷もね、ね、めっちゃ出てくる。うわー、何これ。え、すごい、白熊。うわー、白熊だ。初めて見た。こいつも収納しよう。収納しよう。収納できるな。収納だな。決まったおーねー。初めて見た。でも待って、こいつでかいからさ、2マス分いたりする、これ。いや、その説ある。いける、これ。ちょっと待って、なんかやばい、力の差を感じる。あ、でも収納できそう。え、でもさ、中にいる豚とか牛とか食べられちゃうんじゃない。まあその時はその、え、でもだったら人間も食われてる。2マス崩壊するよ、これ。はい、ちょ、開放しまして、ここ開けまして。やばい、僕ブロックない。ズバルちゃん、ちょっと閉める用の。あ、閉まれちゃう。あぶねー。もう中のキノコ牛たちが、はい、来た。え、またまた来ちゃった。やばい、食べられる。やばい、このクマ食べられるかもしれん。早く収納しないと。クマは大丈夫なんじゃないかな。どうなんだろう。どうなんだろうね。どうなんだろうね。よいしょ。もうダメだ。なんかこれ、今日どう、動物園でも作ってんのか、ここ。マジで。ゲート開けるよ。OK。 ゲート取って。自分たちの家よりも動物の家作ってるしな。なんでこんな動物ばっか登ってくるんだ。やべー、やべー、やべー。あー、こっちだ。お前ら中に入る。残念。やめろ、やめろ。全員出てきてる。やばい、やばい、やばい。あー、待って。ダメだ、絶対もっと効率のいい方法があるはずだ。ロープがあれば。ロープがあれば、こんな時。あ、でも徐々に帰ってきてる。やばい、やばい、やばい、やばい。あ、クマさんが押されてる。クマさんが。前足ギリギリ、ギリギリ。クマさんがギリギリだ。早く締め、クマさんが。締め、クマさんがギリギリだ。みんな豚がいいんだな。あ、みんな上がいいんだな。まあ、クマはもう、こっちがいいんだ。もばなしにしとくか。こいつは大丈夫、生きていけるだろう。そうだね。ほっとこ、ほっとこ。肉食は大丈夫かもしれない。問題はこの豚だよ。確かに、食べられちゃうかも。お前出てきちゃってさ。そうだよ、クマと今、オオカミがいいんだぞ、ここ。そうだ、そうだ。やばいぞ。でも、クマちゃん、え、見て、懐かれちゃった。やだ。あれ、蝶は？気のせい。懐かれたと思ったのに。蝶はこれが欲しいんか。クマさん何食べるんだろうね。魚とか。どうするこれ。あー、魚か。急に襲い出したら。
確かに殺しとく。大丈夫だよね。どうしよう。なんかでも人間より全然一番白クマが強いからな。殺されちまうよみんな。これ残しておくといいことあるの、白クマさんって。でそんななかったら殺すみたいな言い方。おおら。やれやれ。グーパン。オッケー。さらば。やっぱりグーパンなんや。臭くなった。え？石欲しい。臭くなった。お風呂入りたいね。ほんとだ、もにょもにょしてる。ね、もよもよしてる。せー。なんか鼻穴に矢も刺さってるよ。え？嘘。うん。矢撃たれたからな。ちゃんと撃たれた記憶あるんや。ぽいんぽいんぽっぽっぽっぽいん。これ家とか作ったらさ、あ、待ってこれ採集しないと。あ、うさぎの皮や、うん、いいね。あ、スイカだ。家とか作ったら次何にすればいいんだ。あ、ね、あ、今のところ目標としてははい、うん、コンクリだ。家を作ったら動物の飼育の安定と畑を作る。なるほど、うん、で、ね、それで安定した食べ物の確保をし、あ、次はですね、武器と装備品を作るです。武器か、はい、じゃあ鉄とか作んないとな。そうだね、ちゃんと装備品作らないと。落とした。何？狼がウサギをね、また駆逐してた。怖え、ね、マジで。みよちゃん、スイカの種あるよ。あ、本当ありがとう。ここ広げたいよね、畑ね。そうだね、ただね、お水がね、ちょっと今のところもう一つないと無限水量作れないから。なるほど。あ、そうか。これ結構今日掘るの大事だな。大事だね。そうね。だね。あ、金だ。すごい、みんなの頭の上に何ブロック掘ったかっていうのが出てる。うそ、何ブロックか。すげえ。スバルは165。おー、また狼出てきた。コロニーやばい、これ813だ。やばコーネが一番掘ってる。え、そうなの？すごい。働き者。働き者だ。掘ってるだけやん。やばい、これ狼誰か殺、あ、殺す。よっしゃ、狼誰か殺す。違う違う違う、あの、ちょっと、落とさね、ここから一匹。そうだな。確かに2匹もいけない。ダメだよ。やばいって、やばいやばいやばい、消えた一匹残らず。やばい、この上の狼も。マンションの狼が怒ってる。嘘。もうダメだよ。出てきた。怒ってる。怖いよ。怖いよ。恐ろしいな。マンションの狼が怒ってるよ。まずいよ。恐ろしいことだ。え、でもいないよ。あ、閉じ込めたのか。うん。中にいる。仲間をやったなーってなってる。なってる、ね、なってる。怖えよ。ちょっと上から見てみるか、様子。上から。ブロックの上に乗るのがやばいよ、ブロックの上に。白クマさん、かわいいな。え、これさ、チェストの整理はさ、別に今日やることではないよね。うわぁ。みおちゃん、見て。怒ってる？怒ってるよ。マジで？ちょっとガチ切れ。見るか。え、骨出てきたよ、骨。骨で機嫌取れるんかな、今。このさ、入る？ここ、こんなか。めっちゃ怒ってる。コーネ大丈夫？全部預けてから行くわ。手なずけられる？任しな。一回怒るとダメ。あ、そうなの？めっちゃ怒ってる！めっちゃ怒ってる！めちゃめちゃ怒ってる！一回怒るとダメなんや。えい。なんだよ、お前！おい！ダメだじゃん。お前なんか石ダメだと思ったら、全部お前石でこの建物作ってたんかよ！なんか石いるの？えい。ダメだよ！やめなさい。先に殴ったのお前だからな、お前よ。スイカ15個ロスしちゃったよ。めっちゃ持ってた。もう勝ち切れとる
やん、オオカミ。めちゃめちゃ怒ってる。ブチギレ、ブチギレ。あいつはもう無理なんじゃないか、もう無理なのかな。かわいそう。もうなんか人一人食ったら落ち着くかも。僕食われてくるの。ちょっと待ってよ、マジ。自己犠牲。行くぞ。はい。あ、オオカミ。あ、違う、キツネが。わー、キツネが。わー、キツネかわいそう。かわいそう。おかゆが身をもって今やってんのに、キツネに気を取られて誰も。嘘でしょ、みんな。ちょっと大丈夫か、おかゆ。あ、でもね、僕は襲われないわ。あ、やっぱ攻撃した人が。なるほどね。襲われるじゃん、スバルじゃん。え、ちょっと降りてみて。ちょっと待って、これナックステーだからこれだけ入れさせてよ。すごい、なんかスバルに向かってめっちゃ吠えてる。いや、吠えてるよね。笑いよ、笑いよ。なんでだよ、だってお前の仲間がブロックにさ、もう絶対スバルやん。あ、すごいテンション上がってる。あー、テンション上がってる。死ぬって、マジで死ぬって。なかなか生き残ってる。落ち着くかな。いや、落ち着かねえよ。なんでスバル勝ち殺されて。あー、おもろ。ダメだ、やっぱ落ち着いた。お、落ち着いてない。やばい、コロネも。そうだよ、コロネもさ、あれだったじゃん。だからコロネもなのかな。何、コロネ一緒に一回さ殺されないとさ、あの狼気が済まない。あ、そうなのかもしれない。そうなのかな。あ、落ちちゃった。でも、みなちゃん多分大丈夫。ほら、え、殺していいじゃん。ダメダメダメ、なんで殺していいの方向になるんだよ。狼1匹しかおらんのに。 え、すごいな。1匹欲しいの。この穴の中だよ。1匹行った方がいいんじゃない。すごい、だってさ、1匹残したけどね。スバルとさ、コーネのことめっちゃ見てるもんね。そうなの。2匹、うん、2匹一緒に噛み殺したら落ち着くんじゃない。終わった、ちょっと待ってな。見て見て、 今から行くから待ってな。あ、すごい怒ってる、すごい怒ってる、すごい怒ってる。反復横跳びしてる、反復横跳び。反復横跳びしてる。山神様の気を収めるためには生贄しかない。ちょっと今預けるからね、荷物待っててね。すごいテンション上がってる。マジかよ。こんなにさ、敵対心ムキムキな感じでしつけられるんかな。大丈夫。確かに。すごい、俺お前食う、俺お前食う。すごいコールが、あれ、あれ、あれ、あ、落ち着いた、落ち着いた、落ち着いた。あ、よかった。やっぱり生贄が必要だったんだ。やっぱコーネだったんだ。あ、よかった、みんなの役に立てましたよ。どうもよかった。コーネちょっと今テストが気になっちゃってさ、整理してもいい？いいよ。ごめん、今やることじゃないんだけど。気になっちゃうよね。ごめん、ちょっとだけ、ちょっとだけやらして。じゃあ骨あげてみるか。あげてみる。うん、じゃあここ開けますか。スバルとね、コーネをね、あの、食い殺した狼だけれども。怖すぎるだろ、隔離しといてくれ。なんかあんな時に殴っちゃいそうだから。あれ、狼中にいない。え、なんで、嘘、どこ行った、消えちゃった。 ん、 んもしかしてうちが脱出の階段作ったからそこからいなくなっちゃったかな。使命を果たして消えた。下にいる、下にいる。あ、下にいるのか。なんでお前そんな二人噛み殺したからさ、もういいやつって消えんの、やばいな。え、誰か、あ、こっちだ、こっちだ。誰か骨持ってない？骨持ってない。あ、骨持ってる。え、じゃあ上げて、待って、ここに入れるわ、ここに。オッケー。ねえねえ、みんなレッドストーンってさ、はい、ピッケルでいけるんだっけ、これ。あれだよ、あー、グレード、鉄ならいけるとかあんのかな。ダメだった、鉄だった、これ鉄じゃいけないんだっけ。ダメだったわ。あら、弱い。鉄ピッケルならいけるって。なるほどね、オッケー。鉄ピ作るか。鉄ピ。オッケー、レッツゴー、鉄ピ。はい。鉄のつるはしで決まり。おお。鉄や、来たぞ。文明が育っている。決まり。すごーい。すごいね。もう怖い、マジで割り入ってくるこの巨大生物が。本当だ、クマがね。クマをまたかさあ、殴ったら絶対やばいよね。うわー、また来たー。クマさん、どっちも作る。あー、やばいって、やばいって、スマイル、やばいって、クマが。最悪どうでもいいけど、アイテムだけ回収しないとさ。アイテム、アイテム、うちが回収したよ。みおじゃ、それ 鉄ピッ
やつ、はいはい、マジで怖いわ。これ限界の鉄ピッケルだからこれ。いやちょっと白熊に喧嘩売るのやばいね。いやガチ怖い。しかもギリギリのところにいるところを殴って下に落とすしかないね。そうだよ。しかも急に湧いてくるからさ、この白熊、そうだね、マジで怖えんだよ。押さないとダメだ。でもやった方がいいのかな。鼻息が怖いよ。鼻息荒すぎるこの周り。あ、ブロックが、あ、また湧いて、もう狼も怖いんじゃ本当に。手なずけらんないからな。誰か最初に出て。これ一個落としてみる。え、落としてみるって何。白クマさんを、まだブロックバグってんだけど。白クマ、白クマ落としたよ。落とした落とした。もうやりたい放題や。ブロックのせいにして白クマ落として。なんマイクラ。いや白クマは結構ね、場所取るしどうしようもないからね。なるほどね、うん、白クマのお家を作ってあげようね。また湧いたぞ狼が。わあ狼いっぱいだ。あーねー、ちょ怖い怖い、押さないで、死ぬ死ぬ。よし、ここで一回アイテムを、まあね、ここに入れてくよ。はい、お願いします。ここにバチャバチャと入れていくぞ。はい、オーケー、感謝します。みんな最近元気なの。元気だよ。急にえ、なんか小粋なトークしようかなと思って。小粋なトーク DJ しようかなと思って、ね、みんな元気なの。まあ元気だよ。そうなの。最近何にハマってるの。え、何にハマってる。何にハマってる。ミオシャハリーポッターやってたよね。やってるやってる。ミオシャ寮どこだったの。あ、うちはレイヴンクローだよ。あ、レイヴンクローか。そうそう、たまんね。え、3人はやってないよね。え、スバルやったよ。やってない。あ、こないでやってたか。そう、スバルはスリザリンだっけ。そう、スリザリンにやったらなんかコメント欄が解釈違いっつってクソ荒れてたわ、コメント欄。なんだよ、量の解釈って。あー、スリザリンってどういう量なの。こうやってこうやって暴れてたんですよ。のピンキルだよ。あらららら、あら、まあだからやっぱり量選びは丁寧に行った方がいいってこと。スリザリンはさ、どういう量なの。僕わかんないんだけどさ、ハリーポッター。マルフォイの量だよ。マルフォイって音割れしてる人。あ、それはポッターね。でもさ、スバルもさ、あの音割れしたどこから来たかわかんないんだけど、どこで音割れてんのポッターって。わからない。どこなんだ。メガネが割れてるんじゃないの。そういうこと。はえ、そういう意味。メガネは割れたことない。ひび入ったのは見たことあるけど。あ、割れてはないんだ。わかんない、割れるシーンあるんかな。どういうこと。松明欲しい。はい、松明一番右のとこにあるよ。はい、ほんとだ、もらうで。あ、もう怖い、もうすぐ白クマ湧く。なんでこんなすぐ白クマ湧いてしまうん。今白クマのお家作ってるから、ちょっと待って。おげー、あ、いいね。お待ちしてます。白クマめっちゃいる。やばいってマジで。白クマ、ね、白クマを倒したら何が出てくるか見たくない。確かに。え、白クマ倒したら何が出てくるんだ。クマ肉とか出てくるのか。やろうぜ、見たくない。すごい、え、待って、襲ってくる。ちょっとだけだけど、え、遅く、え、あれかな、襲ってくるのかな、オオカミみたいに。え、襲ってくるよ、スバル。それで殺されてるもん、さっきから。マジか、スバル2回死んでるからな、それで。でも2人で行けばいい気がする。コーネ頑張ってやってみようよ。殺すのか。ここの一本道で剣がないけど、剣じゃなくてもいいのかな。いいんじゃない。ピッケル、この一本道で、この一本道で、この本当スバル追いかけてくるから、コーネ後ろからケツやって。わかった。こいよコーネ。オッケー、これでヘイト。あああ残念。コーネまた出してやるからな。オッケー、わかった。え、これででも2匹になったやつ。そう、
2匹かー。奥のクマちゃんロードで殺戮が。ごめんねー。クマちゃんロード。ごめんねー。せっかく作ってくれたのに。クマちゃんロードな。悲しいね。完成したらここを押していく予定だったのに。あ、そう。ごめんねー。そうなんだ。悲しかったね、それはね。殺戮ロードに血塗られてしまった。あるね、そういうことも。そういうこともあるのかな。あ、ないね。ないかーい。もう流しといてくれよ、そこは。ウサギ来たぞ。あ、殺されちゃった。ウサギはね、すぐ殺されちゃうんだよ。弱肉強食だからね。そうなんだよ。そうだね。あ、いや。何の動画？今日はみんな何食べたの、ご飯。ブロッコリーとささみとキムチと豆腐。すごいやるじゃん。すごいじゃん。減量中のボクサーみたいな。アスリートのような。美味しいんだよ、めちゃめちゃ。え、何？お豆腐にキムチとかあの納豆とかで食べると美味しいんだよ。美味しそう。美味しそう。もう違います。そう、お前が入ってくるの。違ったみたい。スバルじゃなかったみたいな。殺される。怖いね。おいし、クマちゃんおいで。怖いね。とても怖いね。怖いね。クマってなんかで、ね、釣れないの？この食べ物的な。人間が攻撃するのが一番釣れるんじゃない？でもさっき全然怒ってない。うわ、狼、おー。いや、やばいよ。ワンワン王国になる感じ。ワンワンワン。ワンワン王国になっちゃってる。ねえ、101匹ワンちゃん作ろうよ、じゃん。101匹も集めんの？あ、ねえ。やばー。ありじゃない？集まるかな、そんなにいっぱい。下手して1匹攻撃したら101匹からほんま。あ、いや、今のは事故だから。今のは事故だから、誰も見てないから。他の狼に知られる前にね、よかったね。なるほどね、危ない危ない。いや、危険だよな、ちょっと殴っただけでこいつら。すぐ逆上してくるもんな。もっと心に余裕を持ってほしいぜ。すごい、白クマのケツに顔をうずめてるやついる。頑張って、今あっちに運んで最中だ。あー、違う違う。なるほどね、白クマロードもね。そう、あっちに。ポネ、これさ、どこに入れたらいいの？はい、あ、これ整理されてるのか。あ、全然いいよ、月に入れちゃって。ごめん、気になっちゃって、ね、整理しちゃった。あ、じゃあ、なんか来た。ありがとう。なんか来た、なんか来た、わぁ。なんだ、なんだ、なんか狼と相打ちして、下に沈んでた。本当だ。やっぱりこれ、動物の密度に対して土地が合ってねえよ。まだ狭い。土でちょっと広げるわ。だってなんかここで狼よくわからんけど勝ち切れてるもん。なんでこんな勝ち切れとんの？なんかあったかお前。狼誰に向かって切れてるんだ？わかんない。思春期なのか。さっきのスケルトンじゃない？ああ、その可能性はあるな。松明のさ、あれない？石炭。炭治郎知らん。炭治郎な。石炭ここな。それ手に持ってるやつ、それ一個くれ。これね、火打ち石だから。あ、それ火打ち石。この中に9個入ってるよ、ここ。ありがとう、白熊がかりさん。白熊来てます。白熊また来てほら、こっちの熊でもさ、力とか強くてね。なかなか運べないのか。これさ、あれ、視点を第三者視点みたいなやつとどうすんだっけ。 F5 やで、F5。 F5 オッケー、これなら押しやすい。熊、こっちだ。てか、おかゆだけなんかスキン捕まってるやつじゃん。え、そう、めっちゃ可愛いね。作ってくれたやつ。クマ押せねー。クマ硬すぎる。クマ、クマ、お前動く気ないやん。クマ頑張れ。じゃ、分かった、おかゆ、スバルが身を粉にする。これはもうそれが一番早い。ウサギが瞬殺されて、ここにこうして、ここで一回ウサギの足一発殴る。えい、ウサギの足。あー、向かって、向かって、豚も巻き込まれてる。早くおかゆ閉めてくれ。早くおかゆ閉めてくれ。F5、 早く、ごめんごめん。あらよ。おかゆは白クマと同じワールドに住みたくなかった。そんなことないよ。そうだったのか。おかゆ
くぞもう一回。待って、持ち物何もなくなった。あ、またゼロになっちまったのか。ゼロになっちまった。ちょ、ブロック、ブロック、これちょっと借りていこう。オッケー行くぞ。あ、なんでスバル殴ったね今。ごめんなんか今終点が一つに、終点が一つ、どういうこと。焦点が一つ。ガー、クマちゃん。この一個置いたブロックが、なんでお前ここに置いてんの。おい、スバルがお前の怒りを受け止めてやる。キャー、殺せ、早く殺せ。ありがとう。もう一匹おるやん、ここに白くな。じゃあもう一匹お願いしていいっすよ。待って、お前人の命を何だと思ってんだよ、マジで。おなしゃす、おなしゃす。もうロス。ゲート開ける係するね。ゲートってか、もういい加減サク使えや、いつまでそうやってね。サク作れないよ。サク、木の棒と作れるから。あ、そうなのか。サク作ったら、みよちゃん、整理できたよ。え、すごいね。見て見て、すごい、ちゃんと整理してある。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗、ありがとう。わーい、すごいすごい。じゃあスバルよろしく。いや、なんでやねん、どういうこと。何が白クマのヘイト係。白クマ、動物、お前みんな動物だからって人間にヘイト係させんのやめない。白クマお待ちしてます。いや、お待ちしてます。早く開けて、そこを突っ込んでから。はい、行くよ。はい、いい、いいよ。来たら1個開けるから、ここ行くぜー。 OK、 おー、開けろ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 。おー、 OK、 OK、 早く帰ってくる。早く帰ってくる。待て、いや、待て、生きてる、まだ生きてる。まだ生きてます。Thank you。 Thank you。見なかったことにしちゃった。なんで出させてくれ。え、中にいる？いる。私の見えてる。つまれちゃう。ねえ、なんでつまれちゃうんじゃないよ。シロクマ見つのやばいって、そこ。ピョンピョンじゃねえんだよ。いつでもオッケー。行くぞ。行くか、また。頑張れ。待ってね。頑張れー。今準備中。行く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 。お金開けて。お金開けて。ちょっと待って、今素手だから。ゴールイン。どけ。ちょっと待って待って、これクマちゃん。ね、もう一匹来た、もう一匹。もう。まとめてきてる。よし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 。おい、クマちゃん。おい、どけ。どけ。だからまだ生きてる、まだ生きてるってもう。ワンブロマイクラって。あといいや、これ捨てる。なんでやねん、これ。もうオッケー。いいんかい。なんなんだよ、もうお前。もう十分だから、もういっぱいいるから。まず開けといてあげる。確かにもういっぱいいるね。十分、十分いるね、もうね。もう十分だよ。あ、これ中開けた。あ、開けた。開けたよ。オッケーオッケー。あ、いつ使うの、白クマ、そんな集めてるけど。ほんとだ、次のアップグレードが来る。コロさんが疲れた時に見に行ったらいいんだよ。あ、わかった、ありがとうが優しいな。それだけのために殺されたの、すばらしい。癒しのための白熊ってこと。さあ、ほら見えるよ、見て見て、すばらちゃん。ほんとだ、ケツしか見えないけど。白熊のケツが見える。ケツが見えるよ、かわいい。かわいいね。アップデートするぞ。はい。わあ、なにこれ、見たことない。というわけで、そろそろ2時間以上やってるので。え、なん、早っ。そんな2つもう。いや、そうなんだよ、もうね、2時間経ってないよ。え、たあ、経ってないわ、全然。びっくりした、でしょ、1時間でしょ。なんかうち、厳しくなってるのかも。もう8時からやってたと思ったら、まだ1時間だったわ。あれじゃん、白クマでさ、満足しちゃってもういいやってなって。いや、一応ね、今回2時間やろうっていう話なので、じゃあ2時間やろうかな。はーい、やろうやろう。やろうやろう。みよちゃん、なんだい。え、あ、雪玉。ちょちょ、何やってんだ。ぶつけ、何ぶつけるために使ってた雪玉。あ、ダメだった。
ダメだった。何このピンクすごい。サンゴ礁じゃない、サンゴ。あ、青い。おかゆ、この豚どうする、これ。ん、あ、これ捨てる、食べる、焼いて、食べちゃいたい、食べたい。だってずっとシチューだもん。そうだよね、今さばくね。ありがとう。はい、これを焼いて。いろんな色のやつあるね。おお。今おがゆが豚さばいてくれてる。おー、今焼いてるよ。やった。でもさ、これダイヤとか来たらエンチャントとかできるんじゃないの、うん、はい、確かにラピスラズリとか出てきてるしね。ワンチャン、お、エンチャできるで。エンチャントできるようになったらね。あれ、コロさん豚肉受け、お、亀、亀だ、本当だ、でっかカメ。うまるちゃん、これ欲しい。こっちこっち。入れ、入れろってことかよ。自分で入れろや。ちょっと待って。これどうやって運ぶの？これ欲しいじゃないか。うわあ。これ時間かかるな。これは時間かかるよ。そうだね。かわいい。白熊ロード長すぎる、あまりにも。え、まるちゃん、そしたら、あ、おかゆ、そしたらさ、うん、うん、中にさ、お水引いてあげた方がいいんじゃない？確かに。あ、亀だから。でも、ね、水がね、うん、ちょっとね、今ね。あの、もう一個亀が死ぬ。水のバケツがもう一個来たら無限作れるから待ってな。そっかそっか、あった。亀、とりあえずこの辺で放置しとくか。なんで？いや、だってこれ白クマと共存させたら亀殺されちゃうよ、亀なんて。亀落ちる。亀落ちる。うわー、イカが降ってきた。これはイカだ。おー、いい感じ、うまい。うまいよ、スマルちゃん。いや、手伝ってくれよ。オッケー。うまいよじゃないよ。オッケー、一緒に押す。みんなでカメ押してんのか、もしかして。これで、そう、一生懸命押してるカメ。落ちるカメ。お前、あれほどシフト押せと言ったのに、なぜなぜシフト押さなかったんだ。押してたと思ってたよ。なるほどね、押したつもりだったってやつね。これ押せてるよね。押せてる。すごいすごい、もうちょっとだ、もうちょっとだ。これまたさ、誰かが扉開けなきゃ。いい、開けるよ。ちょっと待って、早い早い、早い、いいよ、開けるよ。うん、あ、入るやん、入る人。ポストイン、カメ。カメ、カメ薄、カメは、カメ入りきらん。これ一発殴ろうぜ、殴ったら入るしょ。オッケー。カメはいいのか、クマと一緒で。やばい、入らんかも。クメ薄すぎ。あ、入りました。ナイス。カメはクマと一緒でいいん。これ動物虐待で訴えられん。これ大丈夫で、愛情いっぱい込めてます。そうだね、愛情は、愛情だけはあります。ミオちゃん、トイレ行きたくなってきた。トイレ行ってきな。これ抜けていいの？うん、あ、そのまま放置でもいいよ。あ、いい、オッケーオッケー。あ、じゃあ放置しとくか。うん、オッケー、ここにいる。オッケー、そうだね。はい、行ってきます。いてーな。いや、え、あ、腐ってる、殺せそう。腐ってる、腐ってる。ほら、殺した。ほんとだ、ほんまや。ほら、殺した。すごい、来たぞ。お、温めな。いや、温めなって別に。スバルがママになるんだよ。スバルがママになるってこと。そうだよ。すごい、このマイクラ独特。ちょっと独特。もうこれにして。よいしょよいしょ。なんかいろんなブロックできたけどさ、うん、このままポイポイ入れてたらまたコーネが大変なんじゃない？大丈夫？あ、いいよ全然。あの、勝手に気になってやっただけだから、全然めちゃくちゃにしちゃって。わかった。めちゃくちゃに。待って、なんか魚来た。鮭だ。え、鮭がいた。いなくなった。いなくなった。なんかスパルが持ってる。うん、これなんだっけ、スコップ、スコップじゃないな、バケツかなんかあったら捕まえられるんじゃないっけ。水の中に入れないためなんか。これはあれなんじゃない、なんか水がないとダメかもしれないな。なるほどね。うん、鉄全然出てこない。そうだね、ないね。どうしかないよ。どうしよう。待って、どうかと思ったら鉄鉱石で、鉄になったらどうだけ。そうだな。そうだね。そうだな。乾燥した昆布ブロック置いてある。やばいね。
この整理の仕方が分かんない。色別の方がいいのかな。なんかね、チェスト整理できる人すごいよね。ね、どうやってやってんだろうこれ。まあ、もできない。難しいかも、チェスト整理は。ね、むずい。なんかさ、おじいあれなんだって、ピッケルがさ、石のピッケルだと金とかが取れないんだって。あ、そうそうそう。あ、これで、ね、鉄ピッケル作るよ。うん、ありがとう。はい。うん、これで、はい、ミオシャどうぞ。これどうぞ。ありがとう、はい、わーい、ありがとう。やったー。石のつるはしは。よし、オッケー。封印や。じゃあ、ほっとくわ。持ってくれー。水スポンジで水出せるらしいよ。戻りました。おかえ り, お, かえり。おー、魚が。水スポンジってどれだ。スポンジならこのチェストに入ってるけどね。これチェストのペシャペシャや。黄色いやつ。ほんとだ、スポンジ。あ、氷を置いて割れば水になるらしい。すげー。ミオシャ、これちょっと穴開けるよ。うん、シーランタンだ。来た。すごい。ここに、これで割ればいいの。普通にピッケルで割ればいいの。そうなんだ。待って、調べるか。え、やばい、ワザップの説あるらしい。ワザップかもしれない。割ってみちゃったらいいんじゃない。うん、水になった。すげー、すげー。でもこれさ、これさ、水の隣って水来るんじゃなかった。これえ、来ない来ない。これで無限になったんじゃない。あ、そういうこと。これちょっと動けるよ。気持ちいい。無限だ。風呂なの？一回出て、ちょっと待ってね。一回出て、これで、これこうして。え、無限にはなってないらしい。で、これで、これで無限になるはず。あ、なってないわ。あれ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 なってない。 2×2 が最低なんだ。あ、だからあれあれ、ああ、氷を。氷もう一個あるよ。縦3マスいるんだ。これさ、青のさ、氷でもいける。どうなんだろう。ここに氷置いて3マスでもいい。青の氷、そっちは無理なんだ。じゃあ無理だ。あと1個いる。じゃあ、掘りまくります。掘りまくりますか。はい。おー、めっちゃシーランタン出てくる。ねえ。でもシルクタッチがないと無理だからね。シーランタンは無理かも。あ、さようなら。おー、プリズママリンのかけら、なんだこれ。すごい、初めて見た。ねえ。2×2 か、1×3、縦1列3でできるんだ。はい。ほえ。いた！いた！すげえ、これあれじゃない、回転、なんか水田の敵じゃね、普通に。なんかボワボワしてる。すげえ、なんかいっぱいある。めっちゃ攻撃された。おー、どうでした。スーパーチェストって書いてある。これ何入ってた。なんかね、金とね、石炭とね、フグ、ふえーなどが入っておりました。すごい、毒抜きしよう。これさ、まだ広げていいの、土ね。土地いいよ、ね、うん、広げて大丈夫だよ。はーい。おら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 、鉄出てこい。鉄が足りねえんだよ。おら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 。これでもさ、4人分揃えるとさ、大変だからさ。うわあ、わあ、なんだこれ。飛んでった、いなくなった。おい、ダイヤモンド手に入ったぞ。やったん。すごい、すごい。これ一人だけ完全装備で他3人がめちゃめちゃ弱い装備の。たこ焼き出てきた、いきなり。あー、おかゆ、もうおかゆかな。何イチャついてんだお前ら。お前ら何、さっきモンスター出てるのに。見て、草ブロック。やったー。おー、これ生い茂っていくのかな。生い茂るよ。ゾンビだ、ゾンビだ。
ビを、ゾンビの味方。なんでゾンビにだけ優しいねん。さっきは仕事がもう倒しちゃおうかとか言ってたのに。ありがてー。ぽよんぽよん。よっしゃー、鉄面が出てきたぞ。わあ、なんかモンスター来た。え、なんか落ちてたけど。落ちてたよ今。自分でね、落ちてっちゃうんだよね、あいつはね。そうなんだ。そうそう、悲しい存在なの。そういう宿命なのに、かわいそうだよね。そうなんです。いらない存在なのかな。いや、なんてことを言うんだ。そんなことないよ。あ、そんなことない、ね、狼怖いね、これ。ここにいられたら。あ、イルカだー。あ、かわいそう。イルカって死んだら何になるの。いや、わかんないけど。何になった、何になった。ママダラになってる。あいつイルカじゃねえ、多分タラなの。タラだった、タラかも。イルカはタラだった。あ、氷が、氷割っちゃった。割っちゃったね。氷って割らないでどうやって採取できる。確かに、うん、どうやったら、みんなどうやって採取してたの。んスコップで救ったんかな。もしか、あ、あれじゃない、やっぱ。あー、またこれも。びっくりした、ワンちゃんにぶち殺されるかと思ったぜ。危ない、怖え。え、なんか怒ってない。狼？狼怒ってる声する。やっぱワンちゃんに一発かまされたのが気に食わんのかな。この檻の中で怒ってる。あ、マジで？じゃあ檻の中のやつがなんか反応してんだな。そういうこと？うん。ミワちゃん、スバルもトイレ。あ、いってらっしゃい。いってらっしゃい。あ、おい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 、あ、おい、トトトトト、あ、おい、ペペペペペペペ、あ、おい、お、お、おい、お、おい、おい、え、この半端になった木の葉っぱって後で勝手に落ちてくるの？おー、木の葉っぱ、木の葉っぱ勝手に後で落ちてくるよ、木採取したら。はい、ただね、木があるとね、落ちてこないの。これ残ってるかも、もしかしたら。ねえ、残ってるかもね。ちょっと取るか。なんかめっちゃ怒ってるな。めっちゃ怒ってたの。何があったのよ。打ち切れだよ、うん、嫌なことあったんだな。嫌なことあったんだね。そうだね。コロさん、相談に乗ってあげたら。犬同士、うん、どうしたん。なんて言ってる。ん、なんか言ってた。何も言わん。あ、本当？何も言わんか。何も言わなかったか。骨あげてみるか。うん。あ、いいじゃん。骨チャレ。あ！お！お！友達になった。友達になってる。わあ！あ、でもこいつが怒ってんのか。あ、中にいるやつが怒ってんだ。あ、中のやつ怒ってる。いや、こんなとこに入れられたらそれ怒るわ。そういうこと？そうなのかな。それ怒るだろう。こんなとこに入れられたら。家を気に入ってないですね。なるほどね。おいしょ。めちゃくちゃ怒ってんな。ね、すごい、怖いね。言ってるもんね。ねえ、白熊ハウスめちゃくちゃ湧いちゃってる。湧いちゃってる？あ、ほんとだー！大変なことになってる！やばいな、これ。やばい！やばい！どうしてる？天井に松明置いてなかったかも。いや、今こそあれじゃない、やっぱり弓とかを作ってさ、退治したら方がいいんじゃない。なるほど、弓作ろうよ、弓。とりあえず上巻かないように松明置いてきた方がいいよね。今は置かなくてもいいかも。今退治してから置いた方がいいかもね。はーい、ちょっとただいやー、おかえりー。マジでさ、なんかさ、トイレ行こうとした瞬間水ぶっこぼれてさ、すべてが終わったわ今。パソコンの上の、そう、そう、横になんかビシャーってなって、それによって尿意が消えた。消えた。おしっこ行かなかったの。なんか行きたくなくなって帰ってきた。見て、マジか。スバルちゃん見て、白クマハウスの上見て。何あれ。終了じゃん、白クマハウス。そうなんだよ、やばいよ。なんで、いや、だからあれだ、やっぱ湧き潰し大事なんだよ。ちょっと甘かったっすね。あー、おい、こいつ待て、スバルがやる。おら、おら、おら、よし、
倒したぞ。クリーパーいる、クリーパー。待って、スバルがさ、引きつけてデコになるわ。デコイ係。いいね、すぐデコイに。怖い。へいへいへい。あ、一匹落ちた。問題はあいつだ。そうだね、昼間になっても怖いよ。クリーパー、おい、こっちに連れてこんなんて。こっちに連れてこんなんて。連れてこんなんて。わー、やばいやばいやばい。やばい、カメ出てきそうになってる。なんでカメが出てきそうなんだよ。カメは大丈夫しかない。大丈夫かな。おら、はい、よし、はい、ロボストイン。あ、イルカさん、タイマー立てといたぞ。これはイルカに水かけたったら、エッサホイサ、エッサホイサ、よいしょよいしょ、ね、このさ、おかゆ、みんなこれさ、一番後ろのさ、このオーシャンチェストってやつにさ、海系、水系のやつ入れてる。オッケー、わかりやすい。ありがとう。わかりやすい。なんとわかりやすいんだ。すげえ。楽しい。痛い痛い痛い、もう。なに、また出たそれ。フグガチで痛い。やばい、死んじゃう。フグ毒あるから気をつけてね。そうだね。僕何したらいい？おかゆは生きてるだけでいいんだよ。じゃあ行っときまーす。ハードル激低やん。ずるいよ、すまない。生贄になってもまだ働いてんのに。じゃあさ、生贄になって欲しくなったら言ってよ。わかった。なるんか、おかゆは。なるなる。ほんと？なるよ。やだ。いつでも言って。おかゆは生贄になって欲しくないって。うん。ヨーノじゃあならんとこかね。何このタクさん、強いじゃん。ならんとこかね。強いじゃん。強いよね。いや、スバルちゃんもいてくれなきゃダメだって。スバルなんだから。スバルはやっぱ生贄になってこそ輝くみたいなところあるじゃん。いやいや、嬉しくねえよ、その輝き方。全然フォローになってない。こうなってなかったか。びっくりしちゃった今。そうか、このさね、全然話変わってもいい？はい。このチェスに入ってるさ、この死んだなんちゃらかんちゃらブロックってやつはさ、これ残しておかなくてもいいのかな。あー、捨てていいかもね。捨てていい？どうなんだろう。あれでしょ、サンゴでしょ、サンゴ。うん、ね、死んだ脳サンゴブロックみたいなやつ。お任せください。え？カメがかり。あ、カメがかり。あの、あ、足場になる。はい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 。あー、なるほどね。足場になるかも。じゃあ残しておいてもいいか。みんな教えてくれてありがとう。ありがとう。じゃあ死んだのも入れてくれ。ありがとう。ありがとう。よいしょ。向井さん、亀係任せてください。亀、亀取扱検定1級。すげえ。その1、今亀はどんな気持ちでしょう。いやいや、気持ちとか考えてたらやってらんないですよ、向井さん。そうなの？一級でもわかんないの？今から一発殴ってこいつポストインしなきゃいけないですから。そうなんだ。気持ちなんて考え出したらこの仕事やってらんないですよ、向井さん。そうか、ちょっとワンブロックの生き物係なのに。あ、ちょっとやばい、落ちる。やばい、亀。おいしょ、よいしょ。うめえ、幅寄せの天才か。できたの？ここで幅寄せの才能が開花。すごい。幅寄せの天才なんだか、マジで。はい、行くぞ。ここにある。よっ、よいしょ、よいしょ。は？なに？あ、こんにちは。わー、え、誰かうがいしてる？え？うがいしたみたいな音したけど。ガラ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 。この人でも溺れてるよ。なんか全然あれだね、攻撃してこない。本当だ、うがいしてる。ずっとうがいしてる。うがいしてるやついるよ。無限にうがいしてるよ、無限に。ガラガラガラって言ってる、ずっと。この音何なんだろうね。誰かがうがいした音そのまま使ってんの。え、何もしてないけど。そうじゃない。おじさんのうがいなのかな。なに、まただ。イルカさんがカラーがまた出現してる。あ、もう一匹がお迎えしてる、カメが。殴っていいんだよ、おがいは。あ、こいつ、うん、殴って一発殴ったらポストインできる。ほら、なに、ナイス。ちょ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 、今の幅寄せしてるんで。あー、こいつ殺していいんすか。あー、すごい。幅寄せパンチ、幅寄せパンチくらい。あー、しょうがないね、幅寄せ中だからね。
あ、ね、さっきのゾンビ欲しかった、はい、もしかして。あ、違う違う、殺そうかなと思ってた。あ、そういうことか。ごめんに邪魔しちゃった。ごめんに邪魔しちゃって。いいんだよ。何？オーケー、ナイス。任せてくださいよ。すごい、マジ一級だわ。カバイオトケンって、やばい、またレゴリコイトする。おがゆ、もうここパンパンだよ。ほんと？ほら、だってもうこれパンパンなの？パンパンだよ。じゃあ、肩を締めとこうか。え？あ、そういうことね、びっくりした。うん、殺すの方の締めるかと思ってめっちゃ怖すぎる。そうする？ダメ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 。一生懸命幅寄せしたのに。オッケーオッケー、これで大丈夫、多分出てこないということです。よし、いい感じじゃない？いい感じ、いい感じ、いい感じよ。オッケー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 。何しよっかな。何すんの今？迷ってる。とりあえず木がね、ちょっと余ってるからこれ取らなきゃ。ちょっと余ってんだよな。これもちょっともらって、うん、結構あるよ、うん、ちょっとあれしようかな。待つ、ね、これね、この2匹の狼どうする。めっちゃ激起こしてるやつ、うん、これでさ、攻撃したらさ、この2人殺されちゃう。ウッシッシとか。あ、ワンちゃん。牛に対しては多分ヘイト持たないけど、殺しちゃう？そしたら。うちらに対してはヘイトが。これね、動物を殺すことにため。いや違う、だって怒ってたもん、すごい。まあなるほどね、気になっちゃうよね。うん、確かに、ね、怖いよ。あ、確かにこの牛を殺しちゃいそうっていう懸念がね。あ、そうそうそう。おお、ヨちゃんうまい。え、出た出た。出た。じゃあこいつ。でも誰に怒ってるんだろうこいつら。なんかあれじゃない、敵側に一発殴られたんじゃない。なるほどね、そうかも。こいつ落としてよか。いいよ、さよなら、さよなら。ずっとぐるぐる言ってたからね。静かになったね。静けさが。うるさいと言うだけで殺されてしまった。つらいわ、もう何も言えない。静かにしなきゃ。悲しすぎる。悲しい。すごいね、すっごい静かやね、うん、ずっとだってうーん、ま、言ってたもんね。ねえ、ね、あれ、うん、こいつ何なんだろう一体。すぐ殺されてしまう。ずっとうがいしてるね。えいえい、楽しいホル、うん、いいね。スバル楽しいのか、ホルのが楽しい。楽しい。でもコメント欄で今、次はスバルの番だよっていうのを見てめっちゃ震えた。ああ。静かにしてよ。そうだね。うるせえと殺されちゃうもんな。そうだね。怖い、このワンブロー。何ないからさ、ここ。ここしかないから。そうだね。わっ、びっくりした。これで全部か？今ね、上のキーを取ってたの。いいね。これ多分全部取ったから、よし。サンキュー。よーし。えい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 。でもなんか、マブロ楽しいな。ね、すごい、だいぶ発展したよね。ね、ね、すごいよ。楽しい。あげー。これね、いろいろ取ってきた。ありがとう。おいー。ここにバーって入れていい？待って、なんか入っちゃった、ここ。これを買うことになってしまうな。すごい。これって扉ある？あ、そこ入ったら出れないかもしれない。あ、ちょっとちょっと待って、ちょっと、じゃあうちがこれかわすからさ、こっから、ここの端っこから出てよ。うん、はい、しよいしょ。ありがとう。はいよ。食リンチ作ろうかな。お、あ、いいね、いいね。これさ、土もっと余ってる？もう土ない？土ね、あ、またカメでできちゃった。あ、土あった。っ、よし。あった？あった。オッケー。マヨさん、カメ来てます。カメもういらん。人間で、人間で本当に身勝手。まあ、いらないかね、もうね。もういらない。あー、レベルアップだ！おー！やったー！新しいとこ来るでー。ギザギザ。次は何が来るんだ？こっち側に作ろうかなお、いっぱい苗木が落ちてる。
苗木欲しい、入れといて欲しい。オッケー。さあ次は何が出るかな。何の人間はスバルだけだよ。すいません。人間はそうだな。あ、そういうことか。あ、まあまあそうだけど、このワールド。スバルちゃんさ、動物になれるんだったら何になりたい？動物にしてくれるかな。どういうこと？ゴーレムとかになるってこと？ってことだよ。願望を聞いてるんだよ。願望ね。モンスターになりたいってこと？そういうこと？なんでだよ、仲間に入れてくれよそこは。なれるかなっていうから、ゴーレムとかになるかと思った。いや違う違う、なんでゴーレムやねん。動物って動物何になりたい？イルカとか？何がいいかな。イルカもありなんだ。いいよ、生きてるものなら何でも。トラがいい。トラが、あ、トラになりたいんだ。トラかゾウかキリンがいい。まあまあ多いな、うん、なんで？なんか強そうじゃん。うん、強そう。あー、そうなんだ。勝ち残りたいタイプね。勝ち残りてーよ。どうせ動物になるんだったら勝ち残りたいタイプ。逆に何のタイプがあるんだよ、動物になりたいよ。なんか愛されたいとかさ、可愛いやつがいいとか、そうそうそう、確かに勝ち残りたいタイプね。ポネは犬以外だと何になりたいの？あ、でもトラいいよなと思ってた。トラいいよな。うん、ミオちゃんは何になりたい？お前犬？え、うん、そうだね、お前犬になりたいよ。今でもなりたい。なりたいよ。お前犬になりたいんだ。なりたいよ。神社に祀られたいってこと？まだちょっと修行が足りないかもね。あ、そっか。そうね、なれるよ。ミオちゃんの誕生日プレゼント台座にしようかな。神社乗る用の、乗る用の、乗るためのやつね。狛犬の気分味わってって。なるほど、気分じゃねえかよ。さしてくれよ。だって修行が足りないって言うから気分だけでも味わった方がいいのかな。うん、ひとまずね。はい、これは確かにいいかもしれない。バンが来た、バンが来た、やばい、やばい、落ちる。エボー、エボーか。あー、どういうこれ。なんかちっちゃいのいる。なに、なにこいつら。なにこれ。インコや、インコ、インコや。なんかちっちゃいのいる。なにこれ。なにこれ。怖い。初めて見た。ね、初めて見た。ミジンコみたいな。コロネ、さっき。殺されてる。コロネ。やばい、こいつ危ない。さっき高いぞ。どこ行った？みんないなくなった？やばい、敵来た、敵来た。スバルに兵倒してる。やばい、ちゃんとこいつらちょっと助けて。殺されてるよ。武器を持ってないと。喋るよ、喋る、喋る、喋るよ、喋るね。あー、やー、スバル、スバル、安心しな、すぐ舞い戻ってきたぞ。いや、怖すぎマジ。やぶねえよ、なんだあいつ。おナイス、いけた。アイテムだけここに入れよう。ありがとう。恐ろしい、ガチなんやったや今の。恐ろしい、怖ー、なんだあいつら。急にやべえ敵出てきて焦っちゃった。マジで、ね、今のは何なの？なんか 手なずけることできるのか、あれ。いや、あいつは無理だろう。無理なのか。なんか鳥いるね、なんか。インコいるよ。インコいるね。インコ、かわいい。え、インコはどうやったら手なずけられるんだろう。豆じゃない？豆、豆か。豆、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 種。豆くんか、こいつ。種とか豆じゃない？なんか豆類な気がする。はいはい、なんかあれだね。うち、かぼちゃの種を一生懸命植えてんだけど全然育たないな。かぼちゃってなんかさ、置き方があんのかな。なんかね、結構広い畑じゃないと無理だって気がする。なんかむずくなかった。なるほど、条件があった気がするぞ。難しいんだ。コップも土入れたら、コップ、コップやってみるか。あれが欲しいよ。斧がね、斧が。鉄、鉄。あ、斧。ここに使ってないからあげるよ。わー、くれー。
斧とシャベルあったら欲しい。はい。Thank you。はい、シャベルも投げたよ、後ろ。Thank you。はーい。周りも耕かさないとダメ。なるほど。あ、かぼちゃはほら、ぷんぷく丸だからほら、体が。ぷんぷく丸ね。ぷんぷく丸ね。そうそうそう。だから、幅取るよな、きっと。なるほどな。でけえからな、かぼちゃ。うん。おお。よいしょーよいしょー。なにこれ、え、なにヒョウ、なにこれ、チーター。わー、ほんとだえ、ん、猫か。猫じゃない、猫。ジャッカル。猫だ。それは置いといてもいいのかな、それは。猫来た。かわいい。かわいいね。かわいい。山猫なんだ、あれ。山猫、へぇ。みんなテンション爆上がりやん。いいね、かわいい。猫はかわいいからね。癒しだからね。お魚あったら手なずけられるのかな。山猫どうだろうね。お魚あるよ、でもオーシャンチェストに。うわぁ、え、え、何、え、死んだ、おかゆ、死んだ、え、さよなら、おかゆ、唐突の、また来た、え、何、え、どうしたの、死んだ、なんで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 、おかゆが来そうな時にたまたまスバルが穴掘ってそのまま落ちたから、そういうことね、そういうこと、そういうことか、せっかく土集めてたのに全部なくなっちゃった、悲しいね、悲しいね、あら、パンダだ、パンダだ、収納してください、おかゆさん、こっちこっち、いやいや、お前押してかんと無理やって、これはちょっと待って、今ブロック全ロスした、ちょっと待って、なんかいらないやつ、これもらっとくか、パンダだ、あ、パンダ押してくか、すごい、入るかな、結構パンパンだよ、あそこパンパンだ、パンパンだ、パンダだけにな、パンダパンダだ、パンダパンダ、何を言ってるんだ、テンション爆上がりだね、まあ、パンダ可愛いから野ざらしにしといたら、とりあえず、そうだね、可愛いよね、邪魔邪魔か、ここにちょっとね、ちゃうが殴っちゃうよ、本当に殴っちゃうんで、うん、こっちおいで、ちょっと邪魔だね、パンダもクマみたいなもんだからね、でき、あ、でもパンダの方が軽い、ほんと、そうなの、結構スイスイ押せる、おー、あうわ、なんやこいつ、あマジシャン？あはははははは、ポネー、ポネーだー、タラリラリラー、復活した、タラリ、よかったな、もう持ってなくて、よかったね、危ねー、これさ、床に敷いてる土を別のブロックに回収して、あっちのさ、木のとこに移していい？全然大丈夫、いいよー、OK、死なないように気をつけなきゃ、うん、シフト押しながら作業するとね、絶対落ちないよ、はーい、よっしゃ、なに、あのね、何も持ってないと思ったけどね、スープのお皿落としちゃった、あ、じゃあコーネにね、これあげるね、はい、あれ、あ、あれあれあれ、受け取った、うん、取ってない、スバルが吸ったかな、うわぁ、なにこれ、馬だ、ちょっと待ってね、作るからね、え、あー、ごめん、ありがとう、ごめん、大丈夫、一回作れるから、ね、ありがとう、でも後ろでね、ミオシャパンダが見守ってるよ、あかわいいね、かわいい、ほんで、はい、あ、ありがとう、はい、あれ、あ、壊れちゃった、あ、見て、あ、やった、ありがとう、好きなだけキノコスープ飲みな、ズゾゾズゾゾゾゾ、ありがとう、あ、ごめん、コーネの皿スバルが回収してるわ、うわ、馬だ、いいよいいよ、馬も来た、ありがとね、スバルちゃん、馬も来てるよ、サトウキビ、サトウキビとかも育てられるのかな、あ、育てられるよ、この水の周りに埋めれば育てられるよ、すげえ、おーほん、あーはん、かぼちゃってあれかな、隣同士に植えるともしかしてかぼちゃ育たないのか、あ、そう、なんかね、近、あ、でもこれここまで育ったらいけるはず、ほんと、なんかあんまり近すぎるとね、やばい気がする、あ、そうなんだ、うわ、っていうか、うちかぼちゃだと思ってたらスイカだったわ、これ、あ、スイカなんだ、うん、
違うよ、みおちゃん、ここ何もなくなってたからスイカ植えたんだよ。かぼちゃは一体どこになくなってしまったの？かぼちゃね、消えてた。もう腐ってたよ。あ、そうなの？腐るの？うん、種がなくなってた。そうなんだ。ここあれかな、人がいっぱい通るから良くないのかもしれない。あ、踏まれてなくなっちゃったんかな。え、無限水源作ろうって言われてるけど、無限水源どうやって作れるの？教えて、みんな。みんな教えておいて。どうやったら作れるの？教えておいて。無限水源作れるよ。無限水庫殿や、無限水庫殿。水庫殿、それ幻想水庫殿な。バケツ持ってる。バケツはあるけど、にーにーの海賊に水。何、どっちたんの？すごい、ごめん、すごいさ、コメントみんな教えてくれてんだけど、どれが本当なのかとか全然わからない。どれ、スバルが選んでやろう。特技渡って広いの、スバルが全然わかんないんだけど。サンマスで両端にそれぞれ水らしい。サンマス穴掘って両端に水でいけるらしい。ただスバルは技っぽめちゃめちゃ拾いやすいから、これが本当だと思う。マジか、スバルやめろって書いてる。マジで技っぽ拾う才能がある、本当に。そうか、 1×3 マス、 2×2 の端々に置く。ほうほうほう。はい、じゃあこれで、スバルちゃん拾ったやつ合ってるってあったよ。本当？分からん、それさえもワザップなのかもしれん。もうボタンちゃんからコメ欄をあまり信じるなって言われてるから。もうどれを信じていいのか、スバルは。もう何も信じられないね。もう何も信じられないよ。こうかな。もう何も信じたくない。あれ、これで合ってる？信じられない。あ、できた、無限水牛。よかった、すごい、できた。何が無限なのこれ？取り放題なんじゃない、水。あの、バケツで水取り放題なんだよ。正解だったようだ。みんな無駄遣いしよう、無駄遣いしよう。水の無駄遣いどうやってする？流そう、流そう。じゃあ、微妙に水流しとくね。なんかこの辺いいね、いいね。うわ、すごい。すごい。誰かここちょっと、おかゆ行ってみる？え？え？行ってみるか。関係？行ける？おぉ、これ上から殴ったらどうなんの？ちょ、怖い。すごいよ、気持ちいいよ。え、いいね。バレも。おぉ、すごい、なんかテトリスのミノみたいなのが真下にあるね。それ、ほんとだ。どこまで行けんの？あ、やばい。息が。死ぬ。痛い。ほんとだ、ダメージが。死なないでね。よし、ね、土拾いを再開しよう。ちゃんと土拾い。ちゃんと畑作った方がいいかもな、これ。確かに、おかゆすごいじゃん。何ここ、ちゃんと森作ってる。見て、山猫。そうだよ、これ。山猫はしゃぎまくってる。住みついてる。すごい、森を制作中。いい感じだ。へへへ、ラプンツェル。ちょっと畑のエリアも作りたいな。突然のラプンツェル。ラポンセー住んでそうだよね。住んでそう。いいね、コンセプトそれにしようかね。もういいね。コウさん、ダイマツ欲しい。ダイマツ欲しいね。ダイマツ欲しい。ダイマツどこかな、どこに欲しいのかな。ダイマツ、僕のポッケの中。わかった。はい。お、よいしょ。はいよ。うわチェーンソーマンみたいな技なんなんだろう、マジで。あ、まだ燃えすぎてる。死んじゃう。大丈夫？ほら、暗い。拳に混ざる。ない。武器などない。ほら、すごい、ちっちゃくなっててる。お、どん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 。攻撃するとちっちゃくなるんか。よっしゃ、倒したぞ。いやー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 。本当にスバルのさ、この汚ねえ声でよく笑う。幸せそうでよかった。うん、スバルちゃんの声は人を幸せにできる。よかった、よかった。いやー、いやー。
もう消えたか。消えたねー。戻ろうか。エサ吠いた、エサ吠いた。やばい、鉄の、鉄が欲しい。鉄ないね。ないか。なんでないんだ。あ、あるある、うち持ってるよ。ちょっと待って。ここにあるやん。パンダさんが、スバル、これ、鉄。鉄これ。めちゃめちゃ戻るやん。ごめんごめん。オッケー。丸石製造機作ったら、じゃあ作っといてよ、みんな。丸石製造機って何？丸石製造機？なんで丸石がいるの？地面を埋めるためかな。あ、かもね。足場用にってこと？うん。あ、足場？まあでも今のところ、あー、広げるためにか。そうそう、そんなに困ってないけどね。え、でもさ、足は土の方がさ、踏み心地いいから土がいいんだけど。ごめん、土全部回収中なんだよ、今。いいよ、あ、ほんとだ。あ、違う違う。え、土製造機はできないのかな。土製造機一番欲しい。欲しいよね。土製造機はできないかもな。もう気合でここやっぱ掘るのが一番なのでは。気合だ、気合だ。気合だ、気合だ、おら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 。やべえ、ジャングル。骨来た。おお。ジャングル、ジャングル。一回さ、ダイヤモンドでさ、剣とか作っとく。いや、ダイヤモンドはちょっと取っといた方がいいか。また来た、またこのチェーンソーマン来た。あ、じゃあ、秋君みたいな、またこのやつ。ハッピーで埋め尽くして。どうした、大丈夫？気がおかしくなっちゃった。大丈夫か？おかしくなっちゃった。大丈夫か？いいの、それ。楽しくて。楽しくなっちゃったね。うん。何より何より。楽しいよね。突然のキックバックに驚きを隠せない。さっきまで僕今土回収してるんだよね。ハッピーだって。どうしちゃったんだろう。確かに。いつもそうじゃん。確かに。いつもそうだった。そうだよ。楽しくなっちゃったんだよね。そう、情緒が不安定だからね。不安定なの？不安定になれるぐらい気を許してるってことだ。パンダ。またパンダ来た。感じしないけど。パンダ一匹で送る。でもどうだろう。楽しいの情緒が不安定なの。なるほど。なるほど。パンダでね、パンダ怒る。怒ってるよ。パンダやべえ、殺意高いよこいつ。パンダどうしたの？パンダ怒ってる、パンダ。わあ、怒ってる。パンダ怒ってるよ。パンダどう？あれ？二匹。そうだよ。あらよ。あら。シャメ取りたい、シャメ取りたい、シャメ取りたい。あー、くそ。同じ、あれだね、でも同じパンダから出てきた笹食ってたね。うん、怖くない。あー、そういうこと。怖い。パンダはやっぱ笹食べてるぐらいが場所取んなくて可愛いな。可愛いな。可愛いね。可愛い。うん。またインコ出てきた。マジ？ほんとだ。インコいるよー。 I can fly! I can fly! You can fly! 飛んで行っちゃった。さよなら。え、死んだ？いるよ、後ろに。びっくりした。飛んでっちゃったっつって落としたんかと思った。あ、またインコ出てきた。すごい、かわいい。水色。あ、かわいい。おお、これスバルだな。スバルミあるね、これ、この色。あ、わかるわかる。確かに。なんか初期の頃ね、ロボコ先輩がね、それにスバルってね。シーツ。スバル。ちょっと待ってよ。スバル。なんで？なんでなんでなんでお前ちょっと。今ふわってね、下に行っちゃったよ。かわいそう。どうして？うまく滑空できなかったんだ。どうしてこんなことに。もう帰ってこないのかな。いる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 、2匹ともなんか下に。えー、そうなの。いるいる、ここにいる、ここにいる。こっちを広げすぎて。あ、いるねいるね。帰っておいで。帰っておいで。悲しい。こっちだよ。ね、そこ帰っておいで。穴開けたら帰ってくんじゃないの、ここに。ハッピーだま。癖になってるね。ハッピーで埋め尽くして。もう誰もスバルのインコのこと話してくれ。もう満足できない。あ、やばい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 。帰ってきた。おお、すごい。来た。出た出た。なんだ、マジで。いや
レパートリーに追加するわ。めっちゃ似てるよそれ。でなんかさ、そろそろ人のモノマネしたいんだけど、だいたいクリーチャーだよスバルの。ねえスバルちゃんもう一回お願い、もう一回やって。いやー。似てるすごい。どっちに？ピノキオ？こっち？ピノピオな？ピノピオ。コロさんが笑ってくれてよかった。めっちゃ嬉しそう。めっちゃ嬉しそうだよ。でも死ぬ。まだいるね。ずっとそれにやってほしいもんだって。いやいやおかしいだろ。なんでずっとこれでやんなきゃいけないの。なんで面白いんだろう。おかゆ。何？びっくりした。おかゆだ。やれた。え？こいつベックスっていうか、ベックスっていう。ベックス残り生き残りにやられた。あれ食ってたのに皿どこ行った？皿落としたんじゃないの？誰かのボケに入っとる？あ、すごい、コロさんがシチューを2個持ってくれてる。はい、Thank you。 でも見て、おかゆじゃーん、すごいおっぱいみたいになってるじゃん。ねえ、やんなあ、ほんとすごい、なってる？なってるか。お前には何が見えてるんだ、おかゆ。え、わかった、ボインボインボイン。お、チー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 ボーパーイ、ボインボイン。怖いこの人たち、なんか楽しそう。さあ、土ひろ。え、おかゆ、ここにチェストにね、13個あるでな。ありがとう、いただきます。馬来たよ、馬あります。誰か動物回収して。馬すごいな。動物どうしよっかな。どうしよっかね。とりあえずこっちの木を広げるか。いいね。かわいい山猫の住処になってる。ね、山猫もう一匹来るといいね。いいね。ね、増えるといいな。お魚かな。またウマ出てきた。めっちゃウマ出てくる。本当だ、ウマだらけだ。馬刺しになるかな、馬刺しに。いいかも。待って、スバルが一瞬見えた。インコがここから出ようとしてる。今助けてやる。スバル帰ってこい。ここだ、スバル帰ってこい。あ、見えた、隙の糸。見えた、隙の糸って。隙の糸、隙の糸。また決めてやっちまったよ。よっしゃ、決めておもろいもんな。おもろい。なんかすごい動物園みたいになってきちゃったね。ここすごいよ。おい、竹木だぞ、これパンダの餌になるやつや。すごい、無秩序動物園だよ。わ、あ、あ、なんか入っちゃった。 あらあれ、パンダこれ気に、これポイってすればいいんじゃない。竹と笹はちげんだ。竹と笹は違うの。どうなの。あー、そうなんだ。そうなの。そういうことね。竹と笹はキノコって焼いたら何になるんだろう。焼きキノコじゃない。そうだね。焼けなかった、スバルちゃん。牛のケージの中に山猫が。たほんとだ、ほんとだ。いらないね。やばい、動物園が加速する。でも一匹殺せば、いらないなら笹になるんじゃない。あ、確かに殺せば笹になる。でもこれさ、倒すとさ、なんか攻撃するとさ、怒るんだよね、これ。ミオシャン、あ、そうだね。でもこうにやるわ。ミオシャンもやる。笹だぜ、おら。わぁ、パンダすごいかわいそうな声してる。あ、来い来い来い。ほら、この笹食うか。笹食ってくれ。ほら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 、笹食いな。笹あるよ。ほらほら、すげえ、なんかサイコパス。みんな集まって、みんな集まって、撮るよ、写真撮るよ。はい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 。終わった終わった、終わった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 。パンダを殺したサタを食わせて。あー、写真撮れなかった。また食うよ、また。そうだよ。後でね、うちのアーカイブでね、スクショ撮ればいいよ。はい、生がいいんだよね、生がね。思い出のかけらもねえと思ったわ、それ。やっぱ生だよな。生なんだよな。やっぱ生なんだよ。はい、これ、こうね、いっぱい拾ってここにぶち込んでいい。いいよ、ありがとう。おかゆ、どこにあれする？畑作る？反対側に作ろう。今こっちに木があるから、木のとこから、あれ、派生してもいいかも。こっからこっちに行くみたいな。わかった。オッケー、ちょっと橋作るか。うん、じゃあ種後で渡すね。はーい、うん、はーい、はーい。すぐこの
ピッコロ、ピッコロじゃないピッコロさんピッケル違う、ピッコロじゃない、あーまたアキくん来たほらこれさ、落としていいやつ？え、わかんない、お前が死にそうなってる、かわいそう、お前死なないで、ほんとな、え、もう落とし、あ、ちょっと動物が多すぎてえ、落としていいなら落とすね、こっからはーい、かわいそう、さようなら、さようなら、早く、あっち行け、しょうがないね、さようなら、かわいそう、うまーい、黒い馬は早いんじゃないのか、うましょうがない、闇夜に溶けていきました、さようなら、闇ですな、闇だね、闇だねって本当にさ、場所足りなくなってくるからね、場所足りねー、うん、そうだね、カカオ豆とったで、カカオ豆育つ、チョコレートになってみんなのもとへ、何何その歌何、CM が始まった今作ったえ、作ったのいや、そんな、あの適当違う、そう待って、適当に作っただけだからやめてそれ才能に溢れてるね本当ですね、やめて、全く突然の作曲とはあなた天才か、本当にやめておお本も入ってたね、本、え、本ってさ、何使うの、あ、でもエンチャントのボックスとかやるときに本棚とか必要かも、ああそうなんだ、そう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 、でも本いっぱい必要、本棚欲しい、みおちゃん畑ってどうやって作ったらいいの、ポテンも、ね、とりあえず土ブロックもそうなんだけど、うん、あの土の下にね水が溜まるように2段にしなきゃいけなくて、ああなるほどね、そうそう、それでさっきのさ水にから落ちたみたいな感じにするとさ、うん、あの下に行けるじゃない、はい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 、あーバケツもらってもいいんだ、うわーまたこいつらやめろーまた湧いてるよやばいなこれ、あ、いけ、は、なに痛い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 、もうさ、こいつら来るとインコがさ、もう大変なことに、インコも戦ってんのかこれ、インコも戦ってる可能性あるぞ、めっちゃ威嚇しとるもん、ほんとだ、威嚇して、あ、戦ってる戦ってる、やれ動物たち、頑張れ頑張れ、あーミオシャなぜこのドサキさんに紛れてどうしてごめんってごめんってごめんなごーありがとう、よいしょ、すごいね、もう、あ、ヤマネコが出てた、ワンブロなんかあれだな、大変だな、ワンブロめちゃめちゃまだいる、まだいる、オオカミが、え、見た、奈落の底へ落ちたって書いてある、なにー、こいつのせいだ、こいつはいるんだ、あんなにいたオオカミが、あー悲しい、消えてしまいました、悲しいね、でも大丈夫、すぐここで産んであげるからね、狼、そうだね、リスポーンさせるからな、悲しすぎるやろ、あれ、あんなにいっぱいいたのに、おかゆにバケツ渡しとくね、はーい、これ下に2段にするときにさ、うん、お水が下に溜まるようにしたらいいの、あ、そうそう、パンダだ、下にお水溜まるためには下にもう一段必要じゃん、オッケー、ここがじゃちょっと垂らしといてもらえると、 ありがとう、ちょっと頑張ってみる、うん、うわ難しいぜこれ、大丈夫、いける、いける、難しいよね、おかゆ頑張れ、うわ息すんのむずえどうしたおかゆ、おかゆなんか回ってっけど、なに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 これ、なにこれ、え、いや、パンダが1回転してたよ、すごい、え、覚えるのなのかな、覚えるかもしれない、もうすごい回転してた、いけた、
待ってね。うん。土をとりあえず2段にしたらいいんだよね。あ、そうそうそう。下に2段。1個だけでもつけられれば、そこからつけられるから。オッケー。もうじゃあつけれるかも。うんうん。よいしょ。こっから、こうだな。オッケーオッケー。あ、そう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 。あ、パンダ落ちてきた。パンダ？あ、そうそうそう。パンダ。で、ここに、お水をこうやって入れられるじゃん。うん、うん、うん。っていう感じで。もっといっぱい、あ、そう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 。こうしとけばいいのね。そうそう、で、なんていうのかな、一列水をつけといて、水に隣接する、うん、土に作物を植えれば、うん、大体大丈夫。おーおー、やばい、また来た。とりあえず2段やったらまた呼ぶね。わかった。はい、すごい、みんな頑張ってね。やべー、また死んだ。またすいません、もう一回お願いしてまた来たよー。こいつめちゃめちゃエンジン、めっちゃ来るな、こいつ。このちっちゃい奴ら、ごめん。こいつもなんか強い剣とかあったらワンパンできるんかな。ダイヤモンドに作っちゃう、やっぱり。あ、ごめんなさい、そろそろ強い装備が必要な時期なのかもしれないが、ね、今のところなんとかできてるけど、しかもこいつら笑ってやがる、イヤーッつって、うん、悪魔だ、悪魔だぞ、悪魔だ、泣けんなコロネガチギレ、ガチギレだ、マジ、おい、どこだ、どこ行った、マジ、おい、マジ、おい、すごい早い、早い、もうちょっと、痛い、振り抜けるのなんなん、マジ、おめー、ね、よっしゃ、ごめん、できた、倒したかな、倒した、多分倒した、よし。はい、あ、なんで死んだん、あ、まだいる、まだいる、お、本当だ、まだいる、ナイス、やった、ナイス、オッケー、ナイス、ナイス、よいしょもう、うん、ごめんね、ナイスナイスは古いよね、ちょっとそんなこと言うなよ1個前の、1個前の配信だったね、そんなこと言うなよ、ミオシャのなのに、確かにナイスナイス、ミオシャ最近言ってる、いや、い別にそんな言ったことはないよ、スタンプになってるってだけで、そっか悲しいな、何これよいしょ、そうだよね、スタンプになってるだけでね、そうだよ、よいしょ、ちょっと散歩でもするか、山猫ここまで来るぞ、おじいちゃんみたいなこと言うねん、え大会中大会散歩でもするか、早朝のお散歩、山猫どっかにおった、山猫なんかそっちのパンダハウスの方に、あ、やばい、そこに入っちゃった、え入っちゃった、虎じゃないわ、この白クマハウスの中に山猫入っちゃった、あら、まあそのうち出てくるんじゃない、まあ、喧嘩してなければ ね、いいけどね、うん、仲良しだよ、ね、ここ開けといてあげようか、じゃおかゆにバケツ渡しとくわ、ほい、あ、あったでさ、あそこのところにさ、水垂らしといたからさ、うん、あれ、あの根元のところペッてやれば水渡しくえるから、オッケー、あ、これシチュー欲しいときこの牛からもらえんの、あ、そうそう、あの、うん、空のボールで握り、すごい、取れた取れた、そうなのよ、あったね、便利すぎるなこれ、いいね、すごい、無限シチューだ、そうなのよ、助かる、ジャングル、ジャングルターちゃんいる、これ苗木くん、ターちゃんなのだ僕の親戚の人がめっちゃ好きだったこの漫画びっくりするな、今な何の話をしてるかわからんかった、ジャングルターちゃんって何、多分見てる人のかほとんどがそう思ってるかもしれない、そうだね、あ、知ってる人は知っている、よし、松明どこに入れとこうかな、よいしょ、でもだいぶ発展したね、うん、ね、だいぶ発展した、うん、今日はでもとりあえずこんなぐらいにしとこうか、なになに、どっちと、わかった、はい、次やること覚えとかなきゃ、そうだね、そうだね、すいません、最後に誰かここから出してもらっていいですか、出れなくなっちゃったの、出れなくなっちゃった、入り口どここれ一個ね、壊さなきゃいけない、直んね、あー、フェンスを直さないと、わー、出てくる出てくる出てくる、でも出てくる出てくる、あ、
できてればそうだね、まあ、確かにね、うん、はい、というわけでね、はい、これからも、まあ、エンドラを倒すという目標のために頑張っていきたいと思いますのでね、倒せるかほんまにでもだいぶね発展したよね、結構、まあ、発展したとは思うね、オッケー、うん、頑張ってこー、うん、また時間あったらやろう、はい、というわけで皆さん見てる貴様いろいろ教えてくれてありがとうございました、ありがとうございました、おつすモックでいきますか、はい、はい、せーの、おつすモック、おつすモック、